こうかな。ちょっと直撮りなんでね、画面の調整だけさせてくだくそ、さ今なんかいいテレビやってるからか知らんけど、ぐんい。ぐん減っていくわ。いいテレビって何？ああ、テレビね。テレビや、そりゃそうだろ。そうね。大晦日のテレビなんか一番ね、そうね、面なんか白いだですらから。だら面白く見れ見る、応えがありますからね。ね、あれですからね。なかなかこの画面、あ、これ綺麗くない？これ画面綺麗んじゃない？もしかしたら。さあ、ちょっとすいません。お待たせしてますけどもね。ちょっとお待ち、明けましておめでとうございます。皆さんね。明けましておめでとうございます。ということですけれどもね。で、さらに、ちょっと BKB のツイッターでも、ちょっとつぶやいとこうかな。一応ね。あ、じゃあそれちょっと告知した方がいい。もうね、始まってますけれども。ちょっと自己紹介遅れました。始まりました。BKB の公式 そっ YouTube ち本始部ま門っといてんうの。ことなんですけれども、新年2023年ね、明けましておめでとうございます。一発目、毎年恒例、3年連続ですね、生配信ということで、明けましておめでとうございます。めちゃくちゃや。2023CC も皆さん、よろしくお願いします。何バイクだ CC けなに、ブンブンなんてねえやね、ろ。言うてま何やすけども、CC。バイク稼ぐバイクなんで、数字は CC で活かしていただいておりねえやろ。何やますバイとクいう稼ことぐで、バイク。そして、毎年恒例ですから、正月ですからね、ゲストも、今日は呼んでおります。呼んでるっていうか、俺がそいつの家に来てるんですけれども、勝手にね。勝手に来ちゃったんですけれども、紹介しましょう。友達のこいつです、どうぞ。てつてつ。さらば青春の光、森田こと、てつです、どうぞ。ここさ、どういうふうにやってたっけ？自己紹介のとこ。どうやってなんか呼んでた？どうやってたっけな。なんかもっと綺麗てよつかってた。つ。さらば青春の光、森田こと、てつです。てつてつ。これか。そうっすね。俺が言うんか。なんでてつてつって言ったの？後に。さらば青春の光、森田こと。てつってなんて。ちょっとね、重複。鉄が重複しまさあ、しとたいうけこどともで、ね。皆さん、BKB の、YouTube に、行ってください。そうです失礼しね。ます。暇な方お願いします。はい。じゃあ、一回終わりまはす。い。で、ちょっと、あれやな。さあ、ということで、今ちょっとね、つぶやいて。明けおめ。そう、URL、ちょうだい。こんな黙ったらあかんから喋ってくれと。URL ちょうだい。それ編URL、集そうせいね。や、それ。あいつつぶやいたんで、引用リツイートかなんかしてくれたら大丈夫ああ、かそうでな。すね。ということで、もう155人のね、猛者が見猛て者くれやてる。猛者な。ですね。でもね、森田、これやっぱりね、局地的ですけど、なんて言うんでしょう。今年も森田と BKB のパネポンみたいな、あるのよ、声がね。ほんま1年に1回さ、もう1回パネポンのルールを思い出さなそうね、パネポンがどうやってやってたか。ちょっとコメントも見ますけれども、インスタから来ました。さっきインスタでね、ちょっとミニ告知したんでね、ゲリラでも何でもない、ミニ告知したんですけれども。モサです。待ってました。嬉しいですね。モサですという声がね。ありがとうございます。パネコン体制見たらいないかマジらモ皆さサん、やで。来ました、明けおこめのと時いうこ間とで。にお願いしま吹すっと飛いう。んだとか見ないで。これを見ると年越した感がありますっていうね。もうね、もうジャニーズカウントダウンライブではなく、BKB 森田のパネポンで年越した感があるんじゃないですか？これじゃあ、は。カウントダウンからやらなあかんな、来年、今年の年末は。ジャニーズの、カウントダウン。テレビでやってますよね。と、裏かぶり裏かぶで、りで、BKB の生配信、裏かぶりもクソもないよ。じゃあ、お前は、俺の YouTube に無理やり付き合わせてる形だけど、お前がそんな前向きな提案してくれるんやろ。来年はカウントダウンでやないね。よやっし、ぱり、準備は整いまちしょっと待ってた。ください。何してる？あ、着いた？はい、待ってましたって声ありがとうございます。はい、どうもどうもありがとうございます。もうコメントが多いので、もう答えときます。屋敷は来ないです。もうこれやめてください。もういつもいると思わないでください。すいません。屋敷は明日会いますが、今日は来ないです。すいません。今日ね、さっき日テレで一緒やったんですよ。笑って大晦日？笑ってなんちゃらみたいなね。で、改めて屋敷に、屋敷も今日何時までやねんみたいな。
あ、今日これで終わりです。うん。あ、じゃあお前、あ、今日は行かないですって。改めて。改めて言われました、ね。ちょっと誘っ、はい。誘いかけた。お前じゃあ行けるやん。うんうんうん、あ、すいません、今日は行かないです。あ、なるほどね。どうしたのな、屋敷。うん。そら、明日会うから。明日会うからに決まってるやん。あ、そういうことね。うん。寂しい。寂しいですよね。うん。ペタグミ食うか。ペタグミ食いたい。一番ね、俺が推してるね。あんま出すな、その直撮りがバレるから。ペタグミね。出すな。ペタグね。うん。ペタグ。これ形がいいよ、ね。これ、うまいのよ。うまいし、あの、形よくない。うん、なんか確かに形平べったくてな、食べやすい。全然パッケージ的にはうまそうに見える。うわー、わかるわかる。どこがいいよね、なんかね。あ、落とす、おい落とすなよ。グミ落としたぐらいでさ、おいって言うなよ。グミのネタやっとんの。あ、そうだな、グミのネタテレビでやってましたね。うん、ということで、はい、パネルでポンというゲームを早速やってきてんですけれども、はい、これはね、うん、まさにこの2021年に森田とノリで元旦の朝4時から生配信した時に見つけた懐かしゲーム、レトロゲームなんですけど、俺らも正直これがや売れてた頃、うん、20年前とかだ、はいはい、俺は知らんかった。俺も名前だけ知ってたけど、やったことはなかったんですけど、でもやっぱ面白かったんで、うん、あ、なんか画面がはみ出てる。撮らない。いや、はみ出てる。テレビ画面にこんなにはみ出てると思わんかった。ちょっと画面調整します。何人見てます今？今すごいよ、もう490人見てる。うええやん、毎年それぐらいよね。いや、毎年増えたら200人ぐらいやったから。あ、そうやったっけ。増えたんじゃない。うん、ちょっと直撮りやからなかなか合わせられへんな。どうやったら合わせるんだこれ。ちょっと待ってくださいね。じゃあもう一度つないどって、ちょっと今画面合わせるから。森田哲哲。いやいや、グミ噛む音でつないでたんです。うん、まあ、そうかそうか。ちょっとテーブル前にしていい？そしたらいけるかも。ほらほらほら、グミ噛む音でつなげるかい。遅っ。なんか気づいたわ。お前の咀嚼音に ASMR があると思うなよ。あ、画面どう？これでぴったり結構いってますか？ぴったり。これでなんか直撮りには見えないんじゃないですか？どうですか？直撮りに見えないよっていうコメントもらえたら嬉しいですけども。うん、うん、ね、見えるやろ絶対に。いや、見えへんのじゃこれ直撮り。うん、いけてんの。これいけてんじゃない結構。うん、なんだあれ、充電器やっとかんでいいの？大丈夫？まあ切れたらそれまでやろ。で、一応満タンにしてきてんけど。そんなロックなやつ。充電器切れたらそれまでしょ。これで、うん、この感じで行かせてもらおうか。じゃあやりましょうよ。やりましょうか。っていうか、ルールを、ま、もう一回覚えなあかん。うん、そうね。あ、そうか、横3つ、縦3つやったっけ。ね、横3つ、縦3つに消したら消えていくし、うん、で、コツとしては連鎖とかも一応狙いたいところではあるみたいやねんけど、はい、で、邪魔なやつが向こうに落とせんのよ。そしたら邪魔なやつが落ちてきた時に、うん、その邪魔なやつと一緒に消したら向こう一気に消したりできるわけね。ずっとデモ画面見せられてるよ。何これ。よし、よし。あ、危ね。メガネ。あ、ちょい引きにしてほしい。え、ほんまに？逆に。いや、それ嵐じゃないですか。え、嵐なの？嵐のやつじゃないですか、それ。でもこうじゃない？これが綺麗じゃない？もうこんな画面調整する時間に何分かかってんねん。うん、横切ってる？歌いながら。寝ていくんだ。まあいいか、これでも。もうええわ。疲れた。調整するの疲れた。もうこれでいこう。はい、行きましょう。よっしゃ。はい、じゃあ行きましょう。2023年明けましておめでとうございます、はい、今年もよろしくお願いします。それでは参りましょう。パネルでボーンということで。これこれ。正月。え、自分の YouTube さ、うん、パネポン何個あげる？そのさ、3つ目ぐらい。あー、4つ目ぐらいかな。屋敷とかともやってるから。の、何やったっけ、荒野、何や、荒野ちゃうわ、PS、PUPUBG? 荒野コード、うん、とかさ、うん、
とかやってるやつぐらいあげてる。そんなあげてない。なんかそういう。あれ配信者な。配信者。ゲーム配信者ほどパネルでポン上げてないよ、ね。その、うん、PUBG やったら、うん、あの団地のその YouTube でその毎回 PUBG 上げてる人いるじゃないですか。あ、おるね、おるね。いや、わかんないけど、うん、毎回パネルでポン上げてるやつなんで。まあ、進むもなんもないし、うまくもなってないし。昨日はここまで行ったんで、とかないから。ないないない。さあ、ゼルダやっていきましょうとかでもないし、うんうん、1年ぶりのパネルでポン行きましょう。はい、俺、1P が B ゲビで、2P が森田哲哲です。これあれっすよね、2P が不利なんすよね。ないです、ないです。不利、有利不利ないですね。俺、今年はやりたい髪色の、うん、お前、青にしたいの？あ、お前が、今年はやっぱり、お前がしたい人、はい、まあ、下ネタなんでしょうけど、青髪の人あんまおらんで。いやいや、俺が青髪にしたい。いや、お前これ俺、今言ってる3月のファンタシアやないねんからさ、青髪なんかにしてもじゃあ、俺は赤が好きなんで、普通にリップでいきます。あれ、まあ、こう関係ないですけどね。いや、あるんすけどね。はい、ちょっと待って、ちょっと待って、一回エキシビジョンです。俺どっち？右な。え？右も。左？右、右言ってた。そのさ、あの、どっちかわからんかったから負けましたっていう言い訳の伏線やめてもらっていい？いやいや、一回、一回ちょっとこれエキシビジョン。これね、同じ色を3つ揃えたら縦横に消えたら消えていくんです。で、上まで詰まったらもう負けなんですけど、基本的に皆さん、2人とも下手なんで、多分。いや、俺はうまいっすよ。すいませんけど。こんな早く上がる感じだったっけ？あれ？これちょっと早ない？レベル。なんか早いな。レベル5にしたからや、俺らが。俺らもっとレベル1とかした方がええねんて。これ早いな。これさ、うん、あれ縦って無理なんやったっけ。無理じゃない、縦も消せる消せる。俺なんでこんなに負けてんねんよ。よっしゃ。待って待って、ちょっとこれレベル5早すぎるな。早いな、早い、早いな。あれ何でやってたっけ俺ら。いやだから2とか1とかじゃない多分。でしたっけ、うん、ちょっともまあでも、あの、さっき2勝したら勝ちだから、これは俺が勝っとくわ、ね。いやいや、まあまあまあいい。じゃあ、ハイレベルには森田さんついてこないということなんで、この後レベル下げさせていただきたいと思います。すみません。まだルールが全く分かってないです。まあ、分かってないっていう時ながらも、言って、俺もそれ同じ条件なんで、その中では勝ってるっていうことですね。バイクさん持ち主なんで、ルールは。まあ、持ち主って俺やってないんで。やり込んでると思うんで。やり込んでないんで、本当にやってないんで。なんていうゲームやったっけ。これ何これ。それは分かる。だから縦横3つやって、だからその、おお前やるやん。落としてきたね。だから、あー、ちょっと待って、あ、やっぱこれコントローラーかな。コントローラー関係ないですね。効かないのよね。効いてますね。これ効いてるんでね、皆さんね、あの、信じないようにしてください。さ、もう俺が BKB が、あ、やばい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 、よし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 、まあ、まあ1回ね、エキシビジョンなんで、エキシビジョンとはいえ、とりあえず BKB が勝ちました。2勝0敗ということで、コメント来てますね。久々だから下手くそになってる。え、なにこれ森田、はい、スパチャ投げさせろやって来てるけど、え、そんな、あ、投げれんのこれ。チャット、あん、スパチャ投げれんじゃない、そら設定が分からへんねんな、そういうの。俺そういう、あの、もちろん稼ぎたいけど、あんまそれ考えてやれてないねんな。今、一応僕が負けましたので、僕はレベル1でいきます。じゃあ俺も1でいきます。バイクさんは5です。いやいや、おかしいでしょ。おかしいでしょ。2でいったのか。ああ、じゃあ別に俺も2でいくよ。じゃあ意味なくなるから、その、お前2ぐらいでいこうか。じゃあ2でいこうか、はい。はいはいはい。すみません、スパチャお気持ちだけいただくんで、うん、まあ本当今後ね、BKB がなんかこう、YouTube 更新とかしたら、見てもらうとかでいいですよ、まあ、直接振り込みとかでもいいですよ。直接振り込み聞いたことない。ちょっとこの女あかんかったわ。女のせいにすんの。あんま女って言わんとこない。2023の目標、女って言わない。アバズレが、アバズレって言ったらあかん、うん、女のことアバズレって言ったらあかんからね。よし、はい、じゃあちょっとアイナプーみたいな。じゃあ俺は川崎のバイクのメインカラーグリーン。川崎グリーン乗ってたな、うん、ちょっとだけな、ヒロちゃんに打ったけどね。じゃあ行きましょう。パネルでポーン。ということで、明けましておめでとうございます。そんなんやねん。ぽいゲーム実況者の喋り方です。さあ、お前なに、すごいね。もう慣れてきましたので、あ、そうですか。一瞬で、はいはいはい、コツはつかみました。確かに、ちょっと今面食らって、あ、面食らってますねよ。あ、間違えた間違えた。間違えたんですね。あ、はいはいはい、その間違えてる間に俺がどんどん攻めてはいますけども、さあ俺はもう下からのやつを待ってる状態ですね。はいはいはい、同じですね。
まあ、そういうちょっと良い子いてるところに油断してたらこう負けちゃうのがパネポンの深いところ、面白いところなんでね。皆さんどっちが勝つか予想してくれますか。じゃあコメントで BKB か森田か書き込んでもらえますか特に見れないんですけどね。終わってから見ますんでね。あ、これはもう BKB かな。まあ、まあ、そらさ、今もバイクさんのチャンネルなんで、そらね、バイクさんが勝つっていうやつが多いでしょうからね、そら。いや、お前のファンめっちゃ来てるやろ、多分なめんなよ、おい、うちのファン大晦日忙しいわ。そうなのなめてることなんの。さあ、さあこれはやっとブロックが開きましたということで、どうしようかな、これこれさ、でも森田さ、はいはい、冷静に言うとあれやけどさ、はい、パネルポン、俺らは楽しいやんか、こうやっててさ、はい、で、パネポンやってくださいってよく来るやん、コメントにさ、うんうんうん、これ見てて何がおもろいやろこれおもろいやん、見てて。俺やったら見えひんもんな、このなんていうの、見にくいやん、なんか何やってるか分からんよく、うん、いや、でもルール分かったらおもろいんじゃない。あそこ消せやみたいなこと。でもそうやったらぷよぷよとかでよくない、もっと分かりやすい、うん、いやぷよぷよってやっぱ苦手な人もおるんすよ。いやいや、パネポンの方がよく分からんやん、その本末転倒なこと言うけど、うん、いやテトリスとかの方がよくない。パネポンバリおもろいから。いやおもろいけど見てておもろい、これ分からんこれおもろいんかな、見てて。確かにな、俺思ってんねんな、結構。まあやる分には全然いいんで。これ2年前マジ3時間ぐらいやったからね。そうね、あの時めっちゃうまなったやん、確か俺ら、うん、で、うん、覚えてる、めっちゃうまなったって言って次の日屋敷と合流して、うん、すぐ屋敷に負けたやん俺ら。確かに屋敷あいつゲームセンサーそう、どうやってるんですか、あ、こういうことですか、うん、あ、なんかあできましたわ、弱いっすねって、なんかその、うん、あいつ母子家庭やっただけでやっぱそうやねんな、ゲームに触れてこなかったっていうね。触れてたらとんでもないゲームのあの技術者になってた。だから母子家庭でよかったっすよね。確かに母子家庭、今の人生があるのは母子家庭やからっていう。母子家庭なかったら普通にゲームにハマって違う道行ってたかもしれないし、ね、芸人じゃなくてさ、そうです、ね、うん、ゲームの作る人とかさ、はい、なってたかもしれない。よかったよかった、うん、母子家庭でよかった、ね、やばいやばい、これは、さあ、どうでしょうか。マジで、一見 BKB が不利には見えてるかもしれないですが、安心してください。ここで、ここで、技術が出ると思います。おっと、森田さん。あ、そう。あれ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 、これは、イエーイ、これはなるほどね。さあ、森田と、森田が勝つとコメントしてくれた人、おめでとうございます。ね、コメント的には、コメント的にはテツテツ森田 BKB テツテツテツ森田テツテツ BKB テツ、いや絵は全部言わんで、テツテツ多いの、そりゃそうやろ、そんなもん、普通に考えて、うーん、難しいな、いきましょう、パネルでポーン、開きましたおめでとうございます。それ言うなさあ、お前何コツ掴んだの。いや別に俺ちょっと、はい、なんか別に普通にやってたら勝ちましたよ。まあでもここで森田に勝たしたことに気づいてないのが森田の可愛いところというかやっぱ後輩ですし、うん、俺のゲーム実況に付き合わせるからちょっといい思いはね、やっぱさせてあげたいなっていうところはありましたよね。それで言うと、ね、それ、さっきの状態ってことですよね、うん、さっき俺がやった状態がそれなんで、さっきやってたんや、はい、それを一回やっぱ、うん、うまいやつって一回負けるんですよ、うん、マジで。あ、はい、様子見賭け将棋とかと一緒で、はいはいはい、一回、うん、負けるんですよ、ね、おーおーおー、で、じゃあもう一戦お願いしますって言った時にちゃんと勝つっていうのが賭け将棋の基本です、ね、ああそうなんや、はい、何賭け将棋って賭け将棋賭け将棋って何なの賭博してる昔ね、僕らのね地元のね、うん、あの大仙公園っていうところではね、うんうんうん、よく賭け将棋が行われてたんですよね。言っていいやつ何か俺はやってないからね、俺将棋は分からない、まあそういうことね、おっさんらがみんなやってたんですよ、で一回負けてあげるでそこに行ったら、うん、まあ若いやつが一回行くんですよ、ああで僕も入れてくださいよっつって、はいはいはい、で一回負けるんですってやっぱり、負けてあげる普通のレートで、はいはいはい、でちょっと次ちょっとレート上げさせてくださいよっつって、うんうんうん、で勝てるからって思わしといて、そう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 、でもパチンコとかもそんな感じだよ、ハマっていくやり方って。どういうこと。パチンコもさ設定緩いやつとか打たしてさ、うん、でうわ勝てるんやと思わしといて、うん、
全然語れへんやんの、まあまあね、繰り返しなんか言ったら、ね、まあ、ギャンブルってそういうもんですからね、うん、そうそうそう、なんで言い方言い方怖かったの語気強かったですけどね、さあってことは負けかかってるんかな、焦ってるんかな、語気強いってことはね、はあ、語気強いな、はあって言ってる、そんなわけないですけどね語気強いなゲームの語気じゃないからね新年の語気じゃないそうそう、あんまあかんよその語尾強く言うの新年からさあ、これ、ああでも今回はさすがに俺が勝つから、まあ勝たせてくれてるのかな、 ありがとうな、はい、ありがとうありがとう、とはいえとはいえちょっとやばいか、あれちょっと待ってよ、これどうする、これどうすんねん、これおい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 、そうそうそう、どうすんねん、あれどうする、アイフル、いや今野さん羨ましいですけどね、アイフルの CM 来ないかなということで、なんでこんな鼻歌で来る、鼻歌歌っててくるかい、あ、これどうなんの、これはどうなのかな、あ、でも結果、あ、森田お前、はい、何ですか、お前やってるね、はい、何ですか、何がですか、なるほどね、はいはい、やってくれましたね、森田さんはいはい、はい、なるほどね、まだあれですけどね、わかんないですけどね、どうなるかは、うん、なるほど、さてと、うん、さあどうなる、あー待って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 、いけるかいけるか、待って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 、うわなんかうざいな、あー待って待って、え、どうなったどうなった、俺勝った、いや俺俺その誘導やめろ俺勝ったから、え俺勝った、俺勝ってん、左 BKB 右森田ルーズルーズってことは勝った、いや英語知らんかったアホやった、気づいたら BKB 応援してる、ありがとうございますということでね、さあ1勝1敗です、はい、次勝ったら、まあ、勝利ですね、はい、はい、じゃあ行きましょう、パネルでボーン、あ、興味さあどうなるでしょうか、ただね結局 A 勝はしてるわずっと、そうそう、素直に認めようぜ、2人ともやっぱ上手ないっていうのはいや、あなたは上手くないですけど、いやいやいや、そんな2人ともほら見て、俺めっちゃ消してるもん今、いやいや、そう、俺も消してるよ別に、そんな言い出したら多少消してんねん俺もほら見て、めっちゃ消してる、確かにもっとコツあるはずやねん、こここうしたらいいのにっていうの俺知らんねんな、あんまり、その知らんやろな、お前もなこれはどうやって、あのコメントで聞いてましたけど、LR を押したら上に上げれるっていうのも知ってるんですけど、それ何やったっけ、おい、それ教わってないな、それ何や、それだから去年、もう言ってたやん、去年何やったら上に上げれるって、あ、そうか、だから、あの自分が早く上げたいですか、あ、これね、そうそう、でもやりすぎたら死ぬからね、ただただ確かにね、そう、やりすぎたら危ない、それは分かってるんですけど、いや、薬やないねんからやりすぎたら死ぬからね分かった上で、こうかな、でもやっぱ連鎖とかしたらいっぱい行くよね、ドーンとね、でもそう、連鎖の理論も分からへんし、分からんでしょうね、うん、お前もなうーん、確かにこれ連鎖ってどういうあれなんやろな、ね、まあとりあえず言えることは BKB 有利ということじゃないでしょうか、あ、別にそこまで有利ではないんじゃないでしょうか、いやもう邪魔もいないし、もうこっちはもうゆっくりとやってるんでね、ちょっと上に自分投げましたよ、あ、連鎖しました、すいません、ありがとうございます、わざわざご丁寧にご報告ありがとうございます、すいません、すぐ消します、連鎖しまして、はい、すぐ消させてもらいました、連鎖の意味なしです、はい、ありがとうございますということで、これがこうやから、これがこうやから、あ、間違えた、うん、間違えたんですか、じゃあ終わりですか、あ、間違ってはないで、なかったです、すいません、うん、これやっぱな、コントローラーやね、コントローラーは聞いてるからそうか視聴者大丈夫、あ、お前ずるいな、なんか体調不良のせいにすんなよお前さ体調不良のせいでお前ずるいぞ体調不良で負けましたっていう伏線つくんなって、あれ何これ急に、うわ大丈夫やろ何こいつ、席止まらん、こいつ負け出したら、負け出したら体調不良、コロナかも、あ、じゃあもうやめましょう配信俺帰るわ、せっかく濃厚接触者ではい、明日から仕事できませんはい、すごいなお前、負け出したら席止まんやなかなかなんでこの時期それするやつ、あれ気づいたら俺がやばいか、
おっとあれやばい、あれあれ、せっかくごめんなさい、どういうことどういうこと、やばい、ちょっと待って体温計ある、いや、ごめん、あ、ありますよ、はい、ピ、いや、5度キューブうっそしたかったあんな咳込んだのに買ったで、マジで咳込んだのに買ってないはい、ということでパネポンは、俺の方がうまいという結果になりましたけども、まあ正直、うん、お前は認めへんかもしれんけど、はい、もう一緒ぐらいよ俺ら、いやいや、だから俺の方がうまい、いやギリギリやったやん、俺勝ったやん、でもギリギリやんその完膚なきまでに、あ、俺も勝たれへんわって思ってないね俺、いやいや、咳込んで勝ってんねん、俺も咳込んだよ、咳込んでる時目つぶってたから俺俺もやね、全部俺咳込んだら目つぶる癖あるんですよ、何やねんそのびっくり子供みたいなやつ、その咳込んだらあかん、でも上見るとき口開けるみたいなことそうですそうです、そういうことね、まあバネポンもいいんですけど、ちょっと今日いろんなゲーム持ってきてるんで、あ、でももうちょいバネポンです、お前好きやねんなバネポン、見てておもろいえ、バネポンっておもろい、見ててどうなんですかね、皆さん皆さんどう、ああ一応楽しいと言ってくれてるけど、それも俺らが楽しいにやってるからじゃないのおもろいな、おもろいか、おもろい、まあやるか、もう一回やるか、これやっぱレベル1でやってたんかな俺ら昔、まあそうじゃない、1年前とかはレベル1でやってたんじゃない、でもレベル5で俺勝ったの皆さん覚えてますか、はい、はい、視聴者も何がですか、レベル5で俺勝ったんで、やっぱ馬5とかやったら俺勝つんで、5でやってください、はい、俺2でやるんで、それで俺が負けてもさ、悔しくないでか分かってんの、いやでも5はあんま楽しくない、うん、そうやな、うん、やっぱ2ぐらいでいいか、2ぐらいか、うん、なんか1でもいい、で1でやろうか、1で1回やろうか、うん、スピードゆっくりなんかな、うん、うん、いやそうやろいやいや冷たスピードやろ、なんで冷たいんですか急に、じゃあ行きましょう、俺じゃあ2かかな、俺アイナプーがええわ、アイナプーに似てないけどな別にさ俺は分からんけど竜使うわ、何その竜、なんかセコ、何そのナムコスターズみたいなセコいな、いや関係ないと思うで別にピノオールみたいなセコいな、それではあの強そう俺んとこそれでは参りましょう、パネルでボーン、おめでとうございます今年もよろしくお願いしますということで、今年こそよろしくお願いします ね、 そ, うですね、それは俺のセリフかな、今年こそお願いしますよ皆さん本当にね、ほんと BKB よろしくお願いします、お願いします本当にね、露出もね俺なりには増えたんですよ、うん、今年は、あ、去年はね、まあね割とね、よりも奇妙な物語とかもねやったりしましたしね、すごい、なんで知らんねんお前は見ろよあのタモさんのやつ、タモさん、あ、そんな覚え方なのいい友の言い方な、世にも奇妙、タモさんのやつって言われた、タモさんがなんかやってるやつね、あんま知らんな、いい友とテンション違うやつね、あ、そんな印象、うん、M ステな、それで言うんやったらM ステで言えよそれ、さあこれでも本当にこれね見てる人、今日中にあの登録者3万人いっちゃう今、3万人いくまでパネポンです、はい、今2万9千なんで、はい、1000人、うん、1000人増えたら物理的に無理かないや、いけんじゃない、いけるんか、でも600人見てる、600人中何人がフォローしてくれてるのか知らんけど、はい、でも半分以上フォローしてないと思うんですよ、あの大体 YouTube 見る人ってね、はい、今ね、フォローしてくれてね、ちょっとあの3万にしてくださいよ、皆さんね、水谷さんが見てくれてる可能性もありますからね、水谷さんも寝てますからねいや、その金メダリストはもうアスリート早寝るみたいな、アスリート夜更かしないしさ、ね、いや、あるよ、うん、あるよっていうかないよ、アスリートも飲み歩いたりしてる、まあ、まあ、水谷さんはね酒も飲まないでしょ、多分、ね、いやいや飲むやろ飲んでもええし、さっきねインスタライブで水谷さんが絡んでくれたんですよね、卓球金メダリストのね、卓球の金メダリストよ、ね、バイクさん飯行きましょうって嬉しい、ほんまに森田ついてきてや、じゃあ行きたい、うん、いや水谷さんがいいならね、いいやろそら、優しい、揉めるかもな、なんで水谷さんと森田が、俺ああいうタイプと揉めるんすよ、どういうタイプめっちゃ温厚い、ああいうなんか一個引いてたもんある人なんかダサいやつ、分からんけどお前がダサいってのは分かった、なんか嫉妬しちゃうんすよ、ね、ああ嫉妬でな、はい、意外やな、へえ、そんな感じあんねや、やっぱああいう、うん、なんていうスポーツとかでモテてきた人に対するコンプレックスみたいな、ね、うん、あんねや、お前そのスポーツマンでもないやん、いやだからあのサッカーやってたか、まあサッカーやってましたけど、ね、でもモテてないもんね、まあモテてましたけど、
とね、一応こっちはコンプレックスはないやんか。やっぱあそこまで行くとね、うん、まあね、金メダリストですからね。金メダリストよ、マジで。そうですね、すごいよね。やっぱ卓球をこの、まあ愛ちゃんもそうやけど、うん、卓球を魅了させたよね、こう。なんかさ、そんな人となんか平気で会話してるっていう、うん、もうちょい感謝した方がええで。してるしな。当たり前やろ。してるし。喋ってもらってるっていう。もういやいや、でもそれはさ、うん、もう。もっと卑屈になれよ。それは、あの、この業界でそれなりにやってきたっていう証でもあるじゃない、まあね、その、水谷さんと俺、テレビで3回ぐらい試合してるからな、結局。結局それは昔から取った絹塚じゃないけど、卓球部出身の芸人やったから、うん、そういうチャンスもあったし、誰でもできるわけだから。いや、ほんま良かったよね。良かった、芸人してて。あんな陰キャの集まりみたいなさ。あ、そんなイメージだね。お前やばいな。あ、まだそんなんやん、卓球に。お前やばいですね。いやいや、俺やっぱそのイメージやもん。いや、まあ、明るくはなかったかな。そうでしょ。うん。なんかその、野球部、雨降って、うん、練習中止になった野球部が、体育館で、はいはい、うん、やらしてくれやって言って、しぶしぶラケット貸さなあかんみたいな。はいはい、ラケット貸して、これどうやって持つんこれみたいな。そうでしょ、うん、ちっちゃい球やなとか言われて。結果、うん、なんか、そのピンポン玉で結果最後野球やってるみたいな、うん、野球やってで最後ピンキュー割られて終わりそれは卓球部によるよね。まあね、うん、あのちゃんと強豪の卓球部とかやったらさ、全然そんななんか負けそう、ほいでお前油断させたな。龍が負けるかね。余裕余裕シャクシャク、見返してもらったら分かるけど余裕ではないよ。接戦も接戦めちゃくちゃ余裕。俺ずっとだって LR で上げてたから、無意味に嘘つけ。嘘はやめろよ、シンプル。嘘はやめろよ。はい、じゃあ2回戦です。はい、ありがとうございます。ポーンということで、でもそう言ったら俺赤い卓球部やったね、俺は。どっちかっていうと。ああ、そう、うん、あのジャージピン、あのなんか赤とかそんなん着てた。あ、あとはやっぱ卓球部って楽そうっていうね、これがね、イメージ弱小は楽よ、うん、俺らの基本の練習、まずあの校庭10周とかしてたからね。あ、すごい、ね、で卓球の基本練習終わったら、うん、ほんまに腕立て腹筋背筋、うん、スクワット30回ずつやってたよ。あ、そう、あのちゃんとたお、ま、よ陸上部ぐらい走るしバリ筋トレしてるなんて言われてた。それ強豪校ってこと。俺らは近畿大会まで行った。普通にあの平岡中学っていう加古川では当時強かった。加古川って近畿なんすね。あ、知らんねん。なんか今のは、はい、バカにしたんじゃなくて、お前がバカに見えただけ。バカにできてない。だからまあそれなり強かったから。あ、そうだね、うん、俺らの世代は、うん、当時Jリーグブーム、あー、 Jリーグ発足の時やったから。いい、ね、サッカー大人気やん。そうで、それに伴って、うん、俺らの中学って帰宅部許されへんかったんですよ。ああ、厳しい学校あるよね。そうそうそう、うん、で、だから絶対何かに入らなかったっていうので、うん、卓球部が、サッカー部ぐらい楽やから人気ってやつな。弱小やったよ。確かね、サッカー部と卓球部同じぐらいだったら40人入ったのね、うん、確か、うん、で、みんなあれやろ、卓球やから楽で内申点は稼げるわっていう。そう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 。で、事実どうやった、ほんまに弱い学校やったの。弱かったんじゃない、うん、誰がなんかそういうなんかインターハイみたいな。だって俺普通にあの全校集会とかで何回も立ってるからね、うん、あの表彰。バイクさんが部活優勝とかしたらさ、うん、あの今期のなんとかの大会で出場してくださった部活の人たち表彰しました、うん、あったやろ、そういう時間。あったね。あれ俺何回も登壇してるよ、その。あ、それで言うと、うん、うちの中学は、うん、その登壇すら、うん、なんかないというか。え、どういうこと。全部の部活弱かったと。あ、そうなん。多分そんなんなかったもん。あ、まあバレー部が一回あったかな、全国大会行ったのは。あ、全国すごいやん。それはすごかった、ほんまに。快挙じゃない、だからその中では。そで、それも O157 でなくなりかけて。うわ、懐かしいな、 O157。 そうで O157 もそのうちコロナみたいになるんかな、その懐かしいなみたいなさ。あ、コロナも、いや、コロナもね、コロナも O157 みたいになるんかな。なんか適当に喋ろうぜ。でもそれ俺やっぱ言葉なりわいとしてるから。俺も、俺もやで、マジで、う
試したしな、お前を。ちゃんとして、指示、ちゃんとなんか訂正してくるかなって試したからね。合格やけどね。試せる文在じゃないから、うん、いやいや、文在やし。言葉知ってるし。小説が出してんねんってあれやけど。出してんねん。残念でした。出してんの？出してんねん、小説。うん。売れてんねん。お前の猫の本より売れてます。え？うちの猫の本より？より売れてます、正直。そんなバカな。あー、ちょっと待てよ。これどうなってんねん。あれ？ちょっと待って、急に色が全部わからん。なんでお前負け出したら色弱なの。いやでも正直負けたくないけど負けそう。粘ります。粘るね。いやーちょっと待てよ。待って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 余裕。どこがやねん。どこが余裕やねん。くそ。あーおもろ。なんでこんな負けんねやろ。バイクさんマジパネポン下手っすね。いや、ええ勝負やで。ほんまに。ええ勝負ではあんねんけどな。くそ。悔しい。いやさあ、皆さんね、ゲーム配信もいいんですけども、テツテツ調子いい、テツテツ連勝。あ、タダバカ聞いてきますって人もおるよ。はい、タダバカ聞きながらね、うん、こっちのゲーム配信をね、そうですね、欲しいなと思う。まあ生配信なんでね、うん、これ生配信って収益みたいなのあんのかな、やらしい話。ないんじゃない。あ、ないんか。いや、わからん。アーカイブになってからね。アーカイブになってからか。だから投げ銭やっとくべきなんだよ。そうやんな。投げ銭なんか…スパチャね。スパチャがどうやってできんの、ほんまに。これやったのかな。やってよ。できんの、そんな。その収益全部ちょうだい。まあ、半分あげるわ、うん、いや、もうでも…でもやり方わからんわ、なんかやっぱ。でもスパチャっていうあれがあると思いますよ。で、多分…でもバイクさんなんかもう登録とかしてないんじゃない。そういうこと。多分ね、スパチャ登録みたいなのがあるの、うん、うん。まあ金じゃないしね。うん。全然全然いいっすわ。アーカイブ見てください皆さんね。アーカイブであれしてくださいよ、うん、よかった、ね、アーカイブ分回してくださいね。お願いします。いや、去年200人ぐらいでした、見てたの。増えたな、そう考えたら。600人見てるやん。3倍になってる。600人も見てる。え、屋敷降臨って何。あ、コメントくれたのかな。見てるの。屋敷も来たって言ってるけど。いや、屋敷現場来いよ。現場来てないやつは来てると見なさへんから。あ、ニューヨークオフィシャルチャンネルが、あ、どっちも大したことないなってコメント来てる。お前かかってこいやつやったから。どっちや、これ屋敷か嶋佐か。どっち、屋敷。絶対屋敷や。お、嶋佐ちゃうやろ、なんか。嶋佐寝てるわ。屋敷、明日終わったら LINE ちょうだいな、仕事を。お願いしますね。明日バイクさんも休みなんで、ね、明日俺休みで、屋敷が昼過ぎに終わって、うん、お前が朝終わるやろ、はい、屋敷今日俺劇場一緒やってんけどさ、はい、車でも出しますかとか言ってたから。切ってんな。そんな3時とかで終わるんやったら車でも出す、どっか行きますかって言ってた。もううちが別に車両車出すよ、それ。そう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 。あ、その車、そう、俺の車のこと言ってた。厳密に言うと屋敷が言ってたのは、うん、車でも出します、いや車はあるか。お前の車両車って。確かにどっか行きたいな。でも1日からどこ行くよって話やん。ちょっと遠出する1日に。ああ、でも初詣行きたいで。初日の出暴走する。初日の出はもう今からやん。今日やん、初日の出。昔見に行ったな、うん、昔ね、修羅っていうね、大阪にね、あったんすよ。何、最大、南大阪最大規模の、うん、シュラ覚えてる人いますかね、暴走族。もうないと思うんですけど。あ、暴走族の名前、はい、アシュラのシュラみたいな。そうそう、いや、シュラってね、確か赤いに、あ、なんていうの、明美の明みたいなに、うん、シュラ、うん、でシュラやったと思うんですけど、うん、なんか漢字やもんな。俺の地元もロビンフッド漢字とかあったさ。あとシンドバッドとかおったな。漢字で今まで聞いた中で、うんうん、
一番、うん、ダサい、うん、暴走族の名前が、うん、俺らの同級生のヤンキー5人ぐらいしかいなかったんですけど、うんうん、そいつらが作った気分次第、気分次第あ、待って、気分の気は鬼じゃない、あ、違います、普通に気分次第あの、そのままに、そのままの気分次第でした。そんな、ツイッターとかによくある名前やか確かにね、うん、気分次第さんダサかったな、気分次第は。逆に言うと、当時、俺の加工は、加工機構家の加工側で、同級生でほんまヤンキーが多くて、そいつらが組んでた暴走族名は、俺はかっこいいと思ってたけど、ちょっと確認していい、うん、悪いに、うん、わらじとか、あの、子供のわら、あ、わらべ、わらべとか、どうね、悪道、あ、いや俺結構かっこいいと思ってたんけどな、学童みたいやいやいや、学童保育とは違う学童にかダサいとかじゃないけど、別に、うん、え、てかもうやらんの、なんだマジで、ちょっとじゃあ、一回もう一回だけやろ、パネポン、あのさ、なんで勝ってんのにやりたいの負けてる時のお前はそれ言うの知ってる、俺パネポン一生できるわ、お前好きなんやな、うん、なんか分かったかも、俺パネポンあんまおもろいと思ってないいや、パネポンマジおもろいって、まあ、おもろいけど、ほら、見て、790人見てる、すごいな、パネポン、屋敷がなんかつぶえたりしたんかな、もしかして、ああ、そうかもね、うん、まあでも屋敷はね、うん、あの現場来てないんで、現場来てないやつは、あの来てることにはならない、そうそう、ならない、タイムカード押せてないんで、俺屋敷来てない時点で屋敷にはもう俺勝ってるってことだから、ね、先輩です、まあそうですね、あ、忘れた、パネルでボーン、ということで、明けましておめでとうございます、それもええわ、左が BKB、右が森田ということで、あ、俺右か、ね、そう、今気づきましたやないのだからちょっと弱いかもやないのさ、調子はお互い五分と五分ですかね、今のところは。いや、俺ボロ勝ちしてるけど、うん、あのね、これ見返してもらったらいいんですけどボロではないねん、あの、なんす、いや、何が何がなんとか勝ってるだけやで、いや、別になんとかってことでもないし、俺惜敗をずっと、その惜しくも負けてるだけ、俺は、いやいや、そうかな、そうよ、それは見てる人もさすがに共感、ずっとボロ勝ちやけど、ボロではないって、だから知ってる、ボロってなんかすごいって意味やで、そのあ、そうなんすか、うん、なんとか僅差とかそういう意味、あ、違う違う違う、すいません、うん、あ、じゃあ僕が間違ってました、あ、僅差と思って、すいません、僅差と思ってたんか、すいません、あ、僅差と思ってくれてたんか、今なんか俺が有利やしね、どっちかといえば、まあ今はね、うん、今だけね、どこであんなと、いや、あ、やっぱりね、うん、本当に後半なんですよ、まあね、まあね、パネポンっていうのはね、てかもっと強い人と弱い人の戦いやったら、うん、片方ガラガラで片方がアップアップする感じなんのよ、ぷよぷよとかもそうやんか、うん、俺らさ、ずっと2人ともなんか画面埋まりまくってるやん終わる時もっと消せるはずやねんな、そのうまいこと、ほんまは。さあ、これは慣れては来たんで、でも2年ぐらい前に初めてやった時はめっちゃおもろかった記憶、だ、負けてるからおもんないんか、うん、そうでしょ、ゲームってそうやもんなうん、お前も俺に負けて、俺パネポンだけは負けててもおもろい、あ、ほんま、うん、なんやったらずっと負けてて、もうないよな、ずっと負けてたらだってこの後桃鉄50年すんねんよ、嘘やん最悪、できるそれ、これやっぱあれなんだ、なんなん、ゲーム配信って、うん、その見てて何が一番楽しい、せコメントであったのは、うん、一緒にやれてる感じがするとか、 あのよくさ、元カノとかもそうやったけどさ、なんか、うん、いやいや、彼女できたことない、いやあるしな何回もすぐ付き合ってすぐ別れる、まあまあまあ、そうやねんな、早いねんけど、そこはよくて、今そんな話じゃなくて、おらんかった、なんかゲーム見てるだけでも好きやから全然やってみたいな、おらんかった、カラオケ歌ってるの聞いてるだけでいいみたいなさ、ああ、はいはい、けうな人おるやん、その、まあ、優しい人、たまに、ね、あのタイプの人多いみたいよ、結構やっぱりゲーム見てるだけで楽しいって優しい人ね、あれ言われたら俺なんか優しいと思うねんな、すごいあ、優しいと思うね、なんかこっちが、こっちはやりたいからさ、ゲーム、簡単やな、そうそう、俺落としやすいよ、結構、ね、落としやすいってないもうカラオケ歌っといてって言ったら落ちる、なんか、あ、カラオケ私、あの、あ、間違えた、ふーちゃんの歌聴いとくだけで楽しいからとか言ってたから、もう、あ、優しい、可愛い、歌うのめんどくさいだけやん、いや違う、恥ずかしいとかもあるからね、やっぱり、うん、
まあやっぱこうやっていっぱい喋ってる方が不利よな。いや俺も喋ってるから別になんかお前だけ喋ってるみたいな。いや結構喋ってるし軸取ってたからさ。あちょっと待って、ちょっと一回ギア入れようかな。バイクだけにボンボン、なんかあのトロトロコントローラー触ってたわ。ちょっとガンガン触って早く動かすから一回動かしてや、うん、マジですごいよ。じゃあ知らんよ、やばいよほんまに。これはどうしたもんかなぁ。もう漏れた今。あれ負けかかったら体調悪くなるやめろや。おいずるいぞ負けた。やばいやばいやばい。どっち、うわっ勝った勝ったな、負けた。やあー勝った勝った勝った。体調大丈夫やないねん。体調崩したから負けましたねやないねん。何じゃないっすか。何何何火事。いや煙煙ったらいいやろ。語り継がれるよお前このやり口。負けかかったら咳込むって。マジでやる。最悪。コーラこぼれた。コーラこぼれた。ちょっと始まるぞ。待って待って待って、森田止めて。止めます。はいはいはい、止めます。よいしょ。止まってんのか今これ。止まってないわ。ちょっと止めろよ。止めてる、はいはい、まあ、最悪や。うん、咳込むはでコーラこぼすとかさ。一番良くないから。よし行きましょう。行きますか。はいはい。じゃあ今1勝0敗でビーゲビ勝ってます。はいはい、これ勝ったら俺の勝ちです。それでもめっぱねポンやめたいと思います。パネルでポーン。あきおめーということで、盛り上がってまいりましょう。もうえめっちゃ進んでるやん。どこがやねん。え自分進んでないやん。せこどこが進んでないやん。ほんまにせこほんまに進んでないやん。その印象操作やめてくれ。いやほら俺めっちゃほら何がどれが。まあまあいいっすけど。いいじゃあ次それはさ。そのほんまにされたら言ってほしい。まあそういうとこあるよな。いやそのまあいいっすけどって言うやめて。そのまあまあいいっすいいっすです。ほらリアルな我慢すればいい。じゃあ何もなってないやん。一緒やん今。互角やん見た目パッと見。いやそれ俺がパパパッと消したからね。違う何も進んでないよこれ。アーカイブあるからな。見返したらお前が何言ってんのってなるから。アーカイブなんか残させる。残すでくらってるやん。もったいない。前回もこれ10万ぐらい回ってるから、ね、そうなん、うん、やっぱバネポンファンが多い。違う違う、ゲーム配信が見たいだけやろ。どのゲームかはないんじゃない。今日あの何個かゲーム持ってきてるから、あ、視聴者さんに後であのどのゲームしてほしいとか聞いてみようかな。あ、これね、あんま視聴者に3とかつけて、うん、こびる配信やめましょう。なんて言ったらいい。じゃあお前らだ。ロックの配信じゃなかった。ヤンクミみたいな。お前ら。懐かしいな。ヤンクミみたいな感じでいい、ね、極戦、はい、あのキャラちゃうからな。クマっつって。懐かしいな、あの金髪の人な。、うん、あの人あんま見んようになったよね。まあいい役者さんやったのにね。なんだろうね。あれ池袋とかも出てなかった。出てたと思う。なんかヤンキー系結構重宝された気するけど ね一時。確かにミンクなったな。なんかあったやろうな。不思議な不思議な池袋うどん。それ何。Gボーイズの歌。Gボーイズって何。いや池袋ウエストゲートパークですよ。あれえアイダコジビ見てない。えやば、うん、やばくはないし見てないね。ただまあごめんさやな、認めるちょっとやばいかもな。やばい、みんな見てるもんな。あの世代で見てないのやばい。なんか俺見てなかったんな。えじゃあボケる時とかどうしてるの。えアイダコジビのボケしかしてないの。芸人って。え IWGB ボケがないとできへんの。いや、だいたい楽ですやん。そうだ。いや、見てないねんな。やば未成年。 GTO とか未成年とかはアスナル白書とかそんなん見てたよ。俺じゃダメか。俺じゃダメかも見てたし。瀬名くん、瀬名くんじゃないの、うん、何やったっけ、筧くん。バックハグね、うん、うわぁ負ける。普通に喋ってたら。いっぱい喋ってたからな、今。いやいや、俺も喋ってた。軸取って喋ってたらやっぱ負けるね。あー、やばい。ちょ、えって。ごめんなさい。あ、森田、薬あるなんか。何のですか。はい、じゃあこれ飲んでください。はい、あ、治ったね、よかったね。これ違うわ、違う薬や、これ。でもやって。やばい。うわ、しんど。うわぁ、どうしよう、俺明日初詣行かないんかもな。あ、じゃあ行くね。俺で屋敷で行くんだ。あ、くそー。
下手やなぁ。これは下手やったなぁ。あれ俺勝った、もしかして。いや勝ったよ別に。え、2勝2勝やな。1勝1敗です。ほんま、うん、なんで分からへんねんそれは。次、いや2-1って書いてない。あれポイントな。なんなんポイント知らん。ほんまか。1勝1敗、まあ始まる。ほら、はい、これ勝った方が勝ちです。いきましょう、パネルでボーン。開けましたおめでとうございます。ということで池袋エストこう見たことがない BKB と池袋ウエストゲートパークしか見たことないですですでやっておりますけども、いかがお過ごしでしょうかということでしかドラマはもうそれしか見たことないしか、はい、すみません。そうだ、だから池袋ウエストゲートパーク男大捜査線とか見てない。あ、見たことないです。あ、まあ、いや珍しいね。何ですかそれ。室井さんって踊ってんすか。踊ってはないねんけど。室井しげるさんのことですか。室井しげるさんじゃなくて、レインボーブリッジ封鎖できませんって。ええなんでっていうかなぜなんで、そういうアクシデントが起こったんかな。事件は会議室で起こってるんじゃない、現場で起きてるんだっていうね。あ、はい、冷めてんな、見てないやつ見てなかった。いや、そりゃそうでしょ。見てなかったらこんな冷めんの、あの名言が。そんな、事件に大きいも小さいもないですけどね。ないけど、そういうことを言ってんじゃないからね。見てないから分からへんのやろね。うん、IWGP のメールとかあんの。あー、めんどくせーっすね。あ、びっくりしたいか、なんか言うのをめんどくさいって言われたのかなと思ったら違うやん、めんどくせー、まあ、それもありましたけど。あるんかい。あと、パンチラ見て、元気出してーね。何それバカみたいな。いやいや、その、まずキングを知らん。なんでさ、じゃあ、久保塚にカリスマ性とか感じてないってこと。感じてるよ。え、じゃあな、どこで久保塚どこやったかな、なんかで見ちゃうよ。ゴー、他は。いや、まあ GTO は違うでしょ、だって。あ、狂気の桜ね。あ、狂気は俺見たよ。狂気の桜見てんの。見てるよ。なんで狂気の桜見てってさ、うん、IWGP 見てない。なんか関連性あんの。いや、うん、ないけどえ、木更津キャッツアイは。は見てる。なんでやねん。木更津キャッツアイだってもう、あの堤紀彦組ですからね、あれ作ったのは。当時の。逆に俺は見てないですけど、ね、何歳 IWGP の時って俺ら。17とか8とかじゃない。だからここで森田、うん、歴なんかな。あー、だからそうやねん。そういうことね。バイクさん、そうか、その時で38ぐらい。違う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 、俺今59とかちゃうでその時ちょうど美容学校とか行ってて、うん、テレビとかミンクなった時期やねん。なんかちょっと高校生の時とか見てたけどさ、結構その、あー、たちょうど移り変わりじゃないかな、その。でとか分からへんの。でで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 。見ようかな、じゃあ。なんかそのいや、見た方がいい。なんか U-NEXT とか Netflix やってたな。いや、これがな、ないねんな。あるあるある。あるかな。 U-NEXT あったよ。なんか一時 TVer でやってたけどね。俺 U-NEXT 入ってるから見ようかな。でで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 。あ、間違えた。間違え。いや、お前認めようか、お前がナンバーワンってことあ、やっと認めてくれました。鉄ロット、お前がナンバーワンだ。カカロットかい。ちょ、分かりにくいくっそー。あ、でもまだいけるか。連鎖とかしてんの、やっぱお前は。あ、してますよ。嫌な音聞こえるな。連鎖しかしてないですよ。あ、ほんま。連載が意味ないと思ってますから。まあね、このゲームにおいてはね。なんか熱帯ややな。寝苦しそうやな。暑い。でもまだいけるはずやろ。まだ終わってないやろ。諦めたらそこで試合終了でしょ。え、なんすかそれ。あ、スラムダンク見てない映画見たんすけど。ああ、珍しいな近藤千尋か、お前原作知らんけど、スラム見たって言って泣けたっていうやつ。近藤千尋やないか、お前。やばい女やなどっちが勝つか分からんかってすげえなほんまに原作みたいから、どっちが勝つか分からんからマジでずっと太田の手握ってたし手に汗握ってたよ。うわー、くそ負けた。弱っ弱っ、三能やん。
弱くはないだろ、三郎は。あ、なかなかやね。よっしゃ、よし。さあ、ということで皆さん、ね、まあ、パネルレポンはちょっと森田に軍配が上がってんのかなとは思いますけれども、いい元日をお過ごしください。うそうですね、あ、終わる。もうちょっとだけやろう。俺な、でもこれはやってもしゃあないんかな。桃鉄、俺スプラトゥーン3勝ったの。俺スプラトゥーンのルールあんまよわ、やんな、うん、でもこれこそ見たいと思うね、みんなほんまは。あ、じゃあ人気ゲームやし、じゃあ見してあげる。でも俺もあんまできへんねんな、苦手で。それやっぱみんなあれ持ってないからみたいの。あ、でもレトロゲームがいいって人もおるか、うん、ちなみに今日持ってきてるゲームが、うん、スイッチのファミコンとスーファミは大体あるとして、うん、あと皆さん言いますね、スープラトゥーン3、うん、マリオパーティー、ぷよぷよテトリス、桃鉄、うん、ストリートファイター2って感じかな。まあテトリスっすかね。まあ、テトリスとかドクターマリオとかもあります。まあドクマリね。お前らの意見ちょっと見ようかな。お前らがいいって言ってくれてるのは、森田呼んでいくな一応、はい。とりあえずびっくりマークも何もなく他のゲームやってほしい。やっぱ俺と同じ感想の人おるわ。あんまりパネポン見ててはよく分からへんっていう、うん、あとスプラ3、うん、スプラみたい、スプラみたい、ドクターマリオ、スマブラ、うーん、そんな持ってないやん、そんな。スプラ、スプラ、オースプラ、プヨテと、レトロゲーム、桃鉄、スト2か桃鉄、マリオ、スト2、スプラ、プヨテと、あ、遊び大全、まあ、サーキットゲーム、去年やったやつ。あー、あれ、あれおもろいやん。え、遊び大全のサーキットどうなったっけ。こういう、ギューンってミニ四駆みたいに走る。あー、あれな、あれおもろいな。あれ一回やろうか、楽やし。うん、ドクターマリオ、スト2かぷよぷよ、桃鉄、桃鉄、スト、あ、バイクのやつ、ごめんなさい、あれはね、プレステ4なんですよね、もう今日持ってないんですよね。マリオパーティー、バイクのやつ何やったっけ、あれか、めっちゃおもろいバイクゲーム、あれめっちゃおもろい、あれおもろかったね。バイクゲームの森田と屋敷と BKB のショー、あれ結構神回やと思うんで、見てない方よかったら見てください。バイクゲームやってみた、ドクターマリオ、マリオ、あ、意外とスプラもそんなめっちゃおらへん。ドクターマリオじゃない、スト2、スト2もやっぱちょいちょいおるよ。テトリスは俺勝つもんな。テトリス俺勝つよ。あ、マリじゃあ決まりっすね。マリパ、あと、びっくりマークもなくこのゲーム以外。怖いってどうしたん君。そんな言い方せんでええやん。スプラストリートファイター、そんな言い方はお前やろ。このゲーム以外。ぷよてと、あ、もうバカン、わからん、もうバラバラや、意見が。ああ、でっかちゃん、あ、野田ゲーね、野田ゲーもあるよね。うん、はいはいはい、そうね。うん、あれ、じゃあ一回、あれやろうか。もう何、あ、テトリス、いや、暴走、あ、暴走ね。聞いた意味なしってね。あれは、おじいさんの記憶たどるやつ。あ、やってもいいよ。おじいさんの記憶を巡る旅っていう、インディーゲームの誰も知らんゲーム。森田通りが初見でやったんですね、昔ね。ゲームの音ちょっと上げる。ゲームの音ちょっと上げます。あ、確か上げた方がいいね。皆さん、どうですか、ゲームの音ちょっと上げます。あ、おじいさんも食いついてるわ、みんな。何それ、おもろ、おじいさん、いや、ずっとおもんないねん。あれ記憶のやつ見たい。あ、好きなんやり、優しいね。うん、一人。いや、やるわ。うん、好きなんやり、そうそうやろ。うん、ちょっと上げるか、音ちょっと聞こえてない気がするね。これぐらいかな。桃鉄多いわ、森田でも。あ、やっぱそう。あとで3、うん、1年だけとかやる、うん、意味ないか、1年なんか。じゃあ、どれやったっけ。じゃあ、豚の尻尾やるか。え、豚の尻尾って何やったっけ。1回もやってない。いや、レースのやつは。レースね。レースはこれです。スロットか。
どんなやったっけな、これ。まあ、シンプルやね。もう本当に、どっちが早いかっていうことですからね。え、これは A がアクセル全開で、アクセルが A？ アクセルが A で、離したらちょっと減速。あ、そうや。で、カーブとか、ああいう風になるから、こけちゃうから。はいはいはい、思い出した？あ、思い出した。はい、行きましょう。これ俺は？何が？俺誰？何が？俺誰？俺誰？俺の名前を言ってみろ。ジャギーやってる。はい、青が BKB、ピンクが森田です。うん、LR って何や今の？な、あ？自分がこの車ですよって認識のやつやもんね。じゃあ行きますよ。はい、押せや。え、何を？LR 押せや。L、あ、LR 押す。はい。はい。行きます。レッツゴー。ちょ、このカメラ邪魔やな。確かに。おはややんけ。おはややんけ。は？あい、お前、なんだ、お前うまいやんけ、なんやねん。おい、うまいやんけ。お、すぐ、お前やってた。あ、あー、よしよしよし、あー、くそ、やばい。え、あんな1回でさ、あんな1回で越されんの。当たり前やろ。致命的やぞ、こけんのは。よし、これね、カーブの減速がむずいっすよ。あーよーあーボロ勝ちいや全然3つのコース走るんでそれの合計のラップで競ってます。了解です。だからまだ1秒しか差ついてないんでまだまだ分かりません。当たり前やろいやちゃんと配信っぽく言うやろはい、青が BKB 赤森田で、2個目のコースです。ん？やるやろ、うっせえやええね、この時間。こうわ。萎縮するわ。お前、萎縮してるんやろな。お前、あくそあああああどれぐらい押せばいいのよし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 ああ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 よし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 やばい、やばい、はい、もう勝ち余裕、最悪の余裕です。萎縮してるわ。あ、萎縮してるわマジで。こんわ。まだ分からんね、森田言うて3周目で決まるからね。まあね、うん、今ちょっと差つきすぎたな。今1分1 5秒差がついてます、はい、これを次のコースラストコースで森田は挽回できるのか否か。さあ参りましょう。青が BKB 赤森田で最終コースです。ここで決まります。おっせえやこうわ。ちょっともう手震えてないけどマジで。お前その怖いから下手なりましたっていう伏線はんなよ。ああびっくりした。いきなり押すから俺。よし、近くおった。よしよしよし、話しこれむずいわ。減速のタイミングむずいんですよ皆さん。これね普通にずっと押しっぱなしじゃなくてね、ちゃんと減速しながらやってます。これやっぱバイクの持ち主やから、まあ、これはねやり込んでるもんな。それはほんまにそうかも。悪い、すまん。まあ、ただうまいな俺が。かなりもうノーミス。もう一瞬さすけんちゃう。分からへんねんな、この減速のタイミングが。あの黄色いの出るときなんなん、あれどこで出てる。なんかあれグッドみたいなことなんかな、黄色いの。なんか出てる、出てるみたいな出るときあるやん、黄色いの。いつ出てんのそんな。え、ない。なんか火花が散ってるんじゃない。あ、火花か、うん、ってことはあのギリギリで攻めてるってことですね。攻めれてますってことじゃない。じゃあ、わかりました。あー、おもろい。はい、やっとわかりました。やりましょう。俺はほんまパレンポーに全然おもろい、こっちの。8秒差ぐらいで俺は勝ちました。まあまあ、まあ、はい、俺、こんなもん初めてやったと一緒やから。めっちゃやってたよ、去年。でも、お前めっちゃ楽しんでたよ、ね。違う違う、萎縮すんねん。それやめろ、萎縮。怖い。萎縮からやめろや。怖いわ。もう一回行く？はい。はい、もう一回いきます、青 BKB 赤森田です。はい、じゃあ第2回戦です。さあ2回戦はどうだろうか。これで森田がねコツをつかむのが押せやるやる。
もうなんか、おっせえや。ダウンタウンさんとかより怖いわ。たるいこうやって近い先輩の方が怖いな。いや、よう言うけど、それ。会ったことない先輩より近い先輩の方が怖いってよう言うけど。レッツゴーこれな、近く乗れたら嫌やね。あ、抜いた瞬間に黄色が出てるっぽい。あ、そうなの。ああ。うん。まだモデルこつかめてないな。まだね、ちょっとね、分からへんな、これ。でもさ、分からへんみたいなもうあんま言うなよ。分からへんな。ずるいからね。どうなんやろ、これ。分かってるか、下手なだけな可能性あるからね。分からへんねんな。違う、お前が。下手っていう可能性あるからね。その分からへんでずっと攻めるのやめてな。このゲームがお前が下手。いや、俺もう5秒差ついてんで。さっきより下手なってんで。どうした？なんでや。さあ行きましょう。青ビーケビー赤森田で、さあ5秒の差を彼はどう埋めていくのか。絶対埋めてやるぜ。ブレーキのタイミングが大事。エルラ押せや。そやろ。はよ走りたいねこっちは。うーやないね。ほら、おい。ちょっと涙でコース見えないです。なんか名言時に涙で前が見えませんって。オッケーオッケーオッケー。さあやっぱ BKB はね持ち主というところもあり、これはもうああさあやばい。絶対に守りきる。絶対に俺は見えませんぞこれは。並走されたら緊張する。緊張する。なんか強く押してまう。並走されたら強く押してやる。そう、あ、いったいった。あ、現在6 7秒の差がついてます。やばいやばいやばい。さあラストコース、ラストコースむずいからね。俺の勝ちじゃないもう。いやいや、うん、ラストコースこそチャンスある。あ、そう、まあ難しいコースやからね。うん、押せや。押したい。レッツゴー。最初はね、あ、くそ、お前そこな、ブレー減速した。減速しすぎやね、ビビりすぎ。そこでちょんちょんちょんでいいから。うん、よし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 。うん、オッケー。うわー、くそ、あかんか。まあ勝ちかな、勝ちやな。なんかパネポン取り返してる気分やわ。くわー、なんか見えてる。ノーミス。うわー、ノーミスで、あー、なんか、あー、くそ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 、一緒にこけんなよ。オッケー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 。あー、くそ、なんかわかんな。集中力なくなった。はい、勝ちました。すいません、集中力なくなりました。あ、そういうのずるいです。すいません、そういうのずるい。あ、遅い遅い。体調壊す、遅い遅い。これはなんかちょっと俺やっぱ頭脳がないとむずいな。と言いますと、頭脳系のやつじゃないと。あ、なんか頭使う系。なんかバカでもできるやつは俺無理ですね。、はい、全然これバカ。すみません。これはどのタイミングで減速のボタンを押すかっていう頭脳を使うときに、そこで使ってなかったんや。あ、いや、なんか本当になんかバカのやるやつやから。うん、全然じゃないねんこのゲーム。押すだけやから。うん、なんか。ちょっとちゃうなっていう感じ。押すだけって思ってる人が語れへんゲーム。じゃあ、意外とおもろい。お前やったことないかな。トイカーリング意外とおもろいね。何それ。まあカーリングやな。ああ、カーリング俺聞くけど、うん、これ意外とおもろいね。ルールは簡単。最後に真ん中に自分のやつが近い、一個でも近いわ、勝ちな。うん、で、交互に投げていく。はあ、まあ、わかるよね。やってみましょう。基本的には相手の邪魔をしていく感じやな。うんうん、はい。うん、青が BKB、赤が森田です。はい、森田先手ってなってるので、うん、発射、この左の十字キーを後ろにして前にしたらトーンといきます。そうです。あ、え、最悪や。下手やね。
まあ、まずは相手の邪魔をしましょう、こうやってね。はい。最悪や、何これ。あ、何してんの。え、力加減は学んでいってください。めっちゃ引いたら強くいくしって感じ。ちょっと横が全然分からへんねんけど。はい、横は斜めにしたりして。あ、こうか。そう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 、これはむずいぞ、まあ、最初はね。うん、 OK。 ああいいね。とりあえず真ん中にちょっといっときますか。おい、まあ、飛ばされるか。でも青が BKB、 赤森田。お前うまいやんか。ああ、全然あかんな、うん、そうねそうね。集中してる。遅い。遅え。あ、うっといね。これはいいんじゃない。いいね。ただまだ前半のあと6個な。オッケーオッケー。うーん、これで、うん、あ、違う、これむずいな、この十字キー。そうね、感覚がね。誰が近いね。邪魔やろ。え、俺のとこ見て、森田。はい。まあ、いいね。でもこれは逆に、まあね、こうできるわけよね。え、ラスト3、これ、森田が近い、当たっちゃうかな。森田が近いわ、今これ当たっちゃうから。うん、どうだ。オッケーオッケー。危ない危ない。あの緑の円見えますか。あれが近い方が囲んだ。大体わかるやろ。俺が今フリーです。見といてください。ビリヤードの要領で。どうしゃ、うん、跳ね返れるか。ああ、くそ。でも俺が近い、でも俺が近い。で、ここで邪魔にかかる。オッケー、うまい。あ、うまい。どう。おっしゃ、うわー、いやー、頼む。お前ゼロやな。はい、俺で終わるな。あー。これさ、こんな玉いる。これ何個、何個やってんのこれ。駆け引きやから、駆け引きやから。駆け引きあったんか。あと6で100人ぐらい増えたみたい。まあ、ありがとうございます。これやりだしたら859人見てね。増えたってこと。うん、まあこの時間の暇な人割とおんやろな。そのあれ、なんかめっちゃ減った、減った、急に。暇な人っていうか、え、言った瞬間に減った。あ、暇じゃない。あ、違う。あ、暇やと思われたくない。あ、そういうことね。え、どう、もう一回、もう一回ね。うん、ちょ、あのさ、力加減がむずい。まあ、それ慣れやな。その、え、例えばさ、赤の先行、森田、青、BKB です。あ、高校有利やなってきてる。そうなんかな。え、後半が圧倒的に有利で腐ってきてる。そりゃそうでもないんすけどね。いやいや、絶対そうでしょ。あ、じゃあ一回これで俺が勝ったら逆にしますね。ああ、はい、で、逆に俺が勝ったらもう俺の勝ちですわ。そういう意味で。確かに、そりゃそうか。うん、そうでもないよね。それまでに、それまでにいかに相手の邪魔とか今日ついてるかやんな。赤森田集中してます。ああ、違うか。まあこうしますわね、とりあえずね。まあ、これは弾きます。あ、俺ですね。まあ、もうこれ言っときましょう。こいつはこっちに弾きます。あ、ありがとう、はい、ありがとうございます。最悪です。いただきました。じゃあ、あー、おー、ごく、あぶらぶら。あと5球ですね。オッケー。まあ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 、もう一個ぐらい味方陣地に。あー、ミスった。ミスったかも。やばい。あ、まだ俺が有利やな。オッケー、オッケーオッケー。そうね、ちょっと、うん、あー、違うんか。結構強いんやな。そうね、これ。でもこれ俺の行くぞ。うん、お前有利かもね。あー、おー、危ない。ちょ
あっぷね。あー違う。あーよし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 。いやお前か。じゃあ俺はシンプルに行かせてもらう。オッケー。これさ森田ラスト。ちょっと待ってな。赤ラスト。あやりすぎた。勝ちましたかね。やっぱだから高校有利なんすね。危なっ。なんか危なかった。やっぱ高校有利っすね。じゃあ一回、うん、俺高校で最後やりましょう、はいはいはい、これで負けたら謝ってな。ほんまにあの俺が下手ですって言ってな。あ謝らない。ん、たとえ負けても、うん、まあお前はそういうやつやな。謝るときは死ぬときっす。あ死ぬときは謝んな。逆にじゃあ先手 1P でいきますね。はい。っていうか普通最初そうするけど、新聞屋来た。ああもう4時あったけどその会話。新聞配達してるやん。先手はこれができるからね。うんうん、ほんまに先手があるのか。力加減マジむずいな。あんな行くんやな。うん、いいよ。うん、いいよ。先手で BKB 青でやってますからね。ありがとう。やり方ですよ、こんなもん。ほんまに攻め方次第でいくらでも。わあ、薄かった。惜しかったね。うん、最悪。うん、ありがとうな。ただまあね、まあね、確かにね。でも肉あるからね、こっちはかなりうまいよ。ほらまあこっからでしょ。ここからよ、まだ考えてるからね。うん、慎重やな。うまい、うん、うまいね。おー、危ない危ない危ない。惜しい惜しい惜しい。危ない、やってもた。いくぞ、だいぶミスちょっとやったら。さあ、いくぞいくぞ。オッケー。あ、まだあるんか。じゃあもうええって。なかった。ミスったミスった。なかったなかった。いやいや、ちょっと待って、はい、これさ、はい、やっぱり戦後もそう、もう一回貸してください。すいません、俺、マジで普通に BKB が、戦後で勝ちましたので、高校有利説、なくなりました。ありがとうございました。違うね、これさ。何ですか。何謝ってくれんの。何謝りはしないですけど、うん、引っ張ったら、なんで行くんですかっていう。何が、何言ってんの。はい、青 BKB で先行でまたやってます。さあどうなるんでしょうか。あ、間違えた。全然意味ない。まあでも勝つけどね、これだから。ほらもうこうミスちょっと多いねんな。あ、まあそれは一回引いたら戻されへんからね。そういうことですよね、うん、それを俺はまだルール分かってない。そうね、でもそれはもうなんかずるいけどね。何回もやってんのに。何回もやってない。うん、いいね。まあこういう勝負よね、最初はね。しっこいよな。徹底してんな。いや、そういうことやん、この勝負は。先行の有利はここやから、これができるっていう。しまった。うん、先行の有利はこれなのよ。だからなんでそんな有利不利はないよ。ほらあんなことしてるからね。これむずいわ。うん、まだ俺とどめさすからね。あ、隙間開けたか。うん、隙間開けた。おい、やっぱむずいな、この地加減が。まあ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 、お前オッケー。
俺を褒めたん今。あ、よっしゃ。あなるほどね。でもこの場合はこうかな。まだか。で、ちょっと一回。あ、最悪。ありがとう。ってことは、しかもなんか俺やりづらいチッタ。はい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 。ラスト一球。俺はね。オッケー。さあ森田どうする？まだわからん。先行の俺がまた勝つかと。これで、うん、あれを弾けばいいんじゃない？ああ、そう。うわあ！くそー！はい、先行後攻関係なくカーリングは BKB のうまいと、まあ持ち主は全然仕方がないとこありますからね。うん、全然全然、まあ、この悔しい感じが。まあ、持ってるか持ってないかの差でしたね。いや、でもセンスもあるんじゃない？ていうか、俺やっぱこれまだ慣れへんな。うん、まあまあ、そうやな。え、おもろいかおもんないかで言ったら。おもろ。割とおもろいよ、シンプルで。うん、じゃあもう一回やってみよう。もう一回な。ちょっと俺が言うのもあれやけど、コントローラー触るとき拭いてなって。お菓子さ、お菓子食ってるけど、めんどくさいわ。めんどくさいなって言って。あーめんどくせー。ゲームしたらコントローラーベトベトで触らへんの基本やろ。はい、先手青 BKB、高校有利と言われてる、けど負けてる森田が赤です。じゃあ行きます。俺レッツゴー。先手はこれができるからね。ちっこいよね。ね、ちっこいって言うなよ、その駆け引きをさ。まあ、高校有利っていうのは分からんでもないけどね。さあ、うん、うまいね。俺、あの、ビリヤードやってたんで。ビリヤードもあんで。え？ビリヤードやりたい。うん、これやったら終わったやろうか。なあこのなあむずいなあこの、うん、でもビリヤードの感覚じゃないそれも。ありがとう。最悪。ああ危ない。さっき殺すか。いやでもこの角度いいなまだ。ああ、どうぞ。 OKOK。 うまいよ。いいね。うん、一回潰すか。いやでもやっぱりガードはしといた方がいいな。うん、先行はこれができるからね。オッケー。あ、こうなってきたら逆に言わせてもらうよ、ごっつぁん。うーっ、もうちょいか。危なっ。うん、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 あーくそ。よしよしよし。うん、これどうなんやろ。あっちまで行かんかな。あっちとは。いや、バイクさんの方まで。ああ危ねえ。おー、うまいね。でもこれはシンプルカーリングで言うと、ビリヤードの理論で言うと、こうでしょ。あ、やり、違うか。よしよしよし。で、オッケー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 。うれしそうやな、森。でもまだこれは潰せるよ。確かにね。うん。オッケー。どうなる？まあ、お前が高校やからね。うわぁ惜しい。なんかうまそうやった。じゃあダメ押しの一撃。いや、まだ分かんない。さあどうなる。高校有利なら見せてくださいよ。よし。あー、よっしゃー、うんまっ。ほらね、ほらではない。これがそういうことなんすよ。やけど、よっしゃー。まあ、そのよっしゃよっしゃよっしゃー。そうそう、よっしゃー、勝ったー。5勝分ぐらい喜ぶなって。一勝やのに5勝分ぐらい喜ぶ。じゃあ買ってくださいよ、俺に。買ったやん、ね、買ってみてくださいよ。買ったことないやつに。やっと慣れた俺に。
はい。ああ、いいよいいよ。ああ、やろうやろうやろう。先攻高校は高校でいいか、お前が。有利とやってる高校でいいな。いや。何？まあ、まあいいっすけど、ね。ランダムでいこうか、フェアに。ランダムあります。はい。うん。いや、これ、うん、それうん。先攻、高校。うん。じゃあ先に2連勝した方が勝ちにしましょう。先攻高校は毎回分けて。あ、そうしようか。はい。じゃあ今お前は高校で1勝しました。はい。じゃあ次先攻です。森田は次、先攻で行ってください。はい。はい、じゃあで、今1勝なんで、はい、俺がこれ勝ったら勝ちです。オッケー、そうです。はいよ。それで負けてギャーギャー言うわけやめてください。こっちのセリフです。こっちのセリフです。あれ俺どうなってるの、いや、先行な。そうさ、どうなってるとか。先行はこれされるからね。ちょっと無駄玉やったな。うん。うまっ。はい、うまっ。赤が森田、青 BKB ですけれども。うん。あ、やった、また。あ、いいね。それでいいの。じゃあこうするよ。うまい。帰ってきた。これはうまいわ。うん。これはうまいです。まあ、しかしながら、これでどうだ。はい、うまい。BKB、あ、うまい。今のはうまいわ。オッケー。うん？うん。いや、あの青邪魔やと思うで、ほら。うん。まあでも、ええ勝負じゃない、まだ。やったら、こうじゃない？ほら！ラスト3か、まだな。まあ、これはでも多分、俺、高校やから、あー、ミスった。いや、でもいけるな。高校やからいけるんや、まだ。うん。どうなるよ。オッケー。はい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 。はいはいはい。これはいいんじゃない？高校やからな、俺が。分かってる？まあ、高校有利ですからね。まあ、そうよ。ぶっ飛ばせるから、こうやって。な？うん。負ける気がせえな、高校って。なんで負けてたん、お前、高校で。ゲップやめてくれへん。マジで。な、去年もあったな、ゲップ。大臣やめてな。うまっ！これはどうですか？これどうですか、マリクさん！絶対絶命でしょ、これ。あまあ、うまいね。これはどこでシャイニングライトだっけ。これはどうしたんや。これか、これ飛ばすしかないか。いくか。はい。角度はこうか。こうかな。レッツゴー。うわあ。まあ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 。はいはい。こういうことですね。はいはいはい。うん、はいはい。ありがとうございます。やっぱ高校有利よね。ちょっとあるんかもな。うん。ちょっとあるかもね。うん、確かにね。あれ、また800人に増えたよ。あ、ごめん、ちょっと俺がまた高校にしてもたから。うわー、危なー。こーわ。そんなやり方してくんの。したたかになったなー。昔そんなんじゃなかったけどなー。大丈夫、うん。だから、こうな。はい。お前、俺が先行で、まあ、いいですけど、僕先行でも。いい、大丈夫。これどれが勝ったらの勝ちな、はい、もうやめような。俺飽きてきたから、このゲーム。飽きるの早いねんな。いろいろやりたいね、俺。いきます。これで勝ったらもう転われるんで、皆さん応援してください。青が BKB、 レッツゴー。いいとこ行きました。さあ、2連勝したら勝つという特別ルールを盛り、へえ、やるやん。まあまあまあ、いいよ。
あ、一応なんか跡ついてんねんな。ほんまやね。今気づいたな。滑った跡ついてんねんな。意味あんのかそれ。うん、まあまあ大事なんじゃない。オッケー、うまいわ。うまなってる、だんだん。みんなもやってほしい。オッケー、オッケー、オッケー。まあ、そうか。青がBKB、赤森田で俺が勝ったら、あーくそったら終わりますけれども、どうしよう、むずいな、わからん。オッケー。うん、うん、うん、いいんじゃないこれ。まあね、まあね、まあね、だいぶいいぞこれ。うん、おっか、違うか、あいつ邪魔やな。あー、そっか、めんどいな。オッケー、これどう、惜しいか、入らずか。あ、くそ、いや、怖いな。どうしよう、どうしよっか。どうしたらええんやろ。どうしたらええの。もう行くか。うーん、あー無理か。よしよしよし。で、ちょっと待てよ、無理なんか。なんしても無駄だ。もう力加減わからんって。まあね、行かしてもらいます。はい、これで、うん、マイクさんが寄らんかったら俺の勝ちでしょ。そうね、俺高校、そうね。あー、よっしゃー。っていうか残さずとして勝ってるやん。まあね、あ、待て、え、最悪。最悪。え、最悪これ。ちょっとこれだけはもう一回やらして。これだってもうだって買ってたんやから俺。飽きた。え、違うのやろ。いやいやいや、あと一回だけ、あと一回だけ、あと一回だけお願いします。お願いします。あ、聞こえた。あ、聞こえた、聞こえた。お願いしますって言ってるわ。え、これだから今どっちなってる。何してんのこれ。もう一回、もう一回行こう。どのルールで。2連勝。あ、じゃあお前が、うん、高校できないってことね、はい、もう一回。はい。だバイクさんこれで勝ったら勝ちでいい。やけど、はい、今のもお前の負けやからな、別に。いや、それあれさ、だってさ。うん。いや、そういうもんや、その誤差がさ、その出るのも勝負や。やっぱなんかむずいって、これやっぱり。いや、でもさ、ミスも実力のうちやから。まあまあね、うん、いや、でもそれ言われるとな。ごねられてるだけやからね。すみません、ごめんなさい皆さん、森田がわがま末っ子なんですよ、こいつ。ただのミスなんでね。そういうもんや、勝負って。それで負けるから、勝負やねんから。ただのミスはありきやからね。うん。ラッキーやったなぁ。いや、あんなことある？うん、まああるんじゃない、そら。ゲップマジやめてくれへん。どうしない。お、いいね。うん。いや、ここはまだこの。よっしゃ。あ、まあまあ、オッケーオッケー。まあいいよ。いいとこについてる。後々聞いてくるとこに散りばめれてる。あー、これいいぞ。いや、全然。全然全然。でもいいね。一番カーリングしてんじゃん、今なんか。なんとなく。確かに。うん。これ一緒。あー、いいね。でもそれを、それを、これです。いいよ、うまいな今の。青、俺青。はいよ。あー、そうか。はいよ、はいよ、はいよ。さらによ、勝つで森田俺普通に。もうそんなもん、これむずいな。むずいけどさ、もうやめようや、そういうのは。勝つから俺が。ほらほらほら、もう、うん。まあ、そうか、でもお前は高校やもんな。まあ、なんともなるか。
うん、いやこれむずいんちゃう、ほらそうね、あこれいいぞ、うん、まあね、お前の価値、お前の価値かもね、1に1回確か、うん、どうしようかな、うん、うん、あとに無駄打ちするよな、後半に、これむずいねんな、後半無駄打ちするよな、これは一球にかけます、こいつをもうあいつに飛ばしますから、狙いはやや左かな、すごい、あーよっしゃー無理か、よっしゃーあったー、はやれってもうあかんあかん、これウイニングやけど、うん、危ない危ない、まあ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 、まあ、またミスった、うん、よし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 、これで勝ちましょう、うん、で俺が高校ね、はい、こういうことか、森田が、不利とされてる先攻で、うん、BKB が有利とされてる後攻、2連勝したら勝ちですからね、赤の森田からお願いします、これなぁ、うん、あーまたほらこんなんなった、やっぱ下手は下手よね、まあ、なんかさちょっと、うん、やっぱ慣れへんねんな、まだこの話すときにさ、うん、動いちゃうというかさ、まあ言ってることわかるけど、うん、もう8回目ぐらいやから そんな言い出したら、まあ、で下手ってことやから、それがいやいや、うん、なんかこのゲームが下手って認めてよ、ミスで負けてんねんな、ゲームってそういうもんやろ、ミス以外何で負けんねん、最高、うん、いいね、できながら OKOK、うん、シンプルやで、うーん、うーらい、いいよ、うん、まあまだわかんないっすね、そうね、俺が高校やから、まあまああれ潰しとくか、さっき、うん、ああそうなんねや、あー、はい、あーオッケーオッケー、オッケー、よしよしよし、うん、まあまあまあでも全然いい、今何球、4球か、うん、ラスト4だ、これをちょっと飛ばそう、ああ全然違うかった、あいよあいよ、おい、ありがとうございます、あ、あれ嫌やな、永遠に続くんじゃん、森田一生いっぱいが続いてさ、だからそれを、うん、なくすために、うん、やってんでしょ、まあそうやけど、このルールでそうやけどさ、ずっとこのゲームしてても飽きるからさだから高校有利のゲームって認めて終わるか、俺が勝ったらな、はぁ真面目にやってや、なんやね今の何がしたかった今のは、いや、あの当てて自分のを中に入れたかった、あそういうことね、もう最悪や、もう、もう無理よ、やっぱ勝ちやわ、いや、わからん、まだ高校有利でした、皆さん、もう認めます、多少高校有利はあったと思います、確かに、まあいろんな駆け引きあるんでしょうけど、ほんうおー来たぞー、よっしゃー、まあ、来たけど、やっぱ最後に見せ場作るよね、確かにね、うん、これはね、今俺が勝手にやったっけ、一緒に入って、いや違います俺が一緒です、そういうのは覚えてるよね、頼むこれな、変な当たり方しよう、バーンって当たってもお前の右の赤がな、せやねん、いいとこおんのよいや薄めに当てなあかんじゃん、いやでももう俺一回やってもてるから、いけどうわーうまいねー高校有利です、多少、確かにね、はい、高校有利という、まあ結果でいいんじゃないでしょうか、まあ同点で終わりますか、じゃあもう、あね、珍しいのお前が同点で、まあ負けてはなかったっていうことですね、まあ、まあね、まあね、同点で終わるか、飲んどくわ、俺が俺とくわ、いやいや、あの別にあの俺いいんで、別にこれは、うん、はい、ああ、だから熱くなれやん、はい、サッカーあるけど一回もやってない、プレイ回数0回、なんか、うん、やってない、
ボーリングあり。とりあえず頭使うゲームやったらさ、うん、絶対これじゃない、とりあえず。あの、まあ俺らといえばね、こうやって言えばコネクト4じゃない。まあやりますか。見てプレイ回数170。こればっかりやりすぎやな。皆さん、コネクト4というのはあのメイド喫茶とかバーとかにたまに置いてあるんですけど、あの4目並べ、4つ同じ色を縦横斜めに消したら勝ちというシンプルなやつですね。まあ俺が得意なやつです。まあ俺も得意ですけどね。先手 BKB、後手 森田、赤が BKB です。いきます。 4つ同じ色を縦横斜めです。まあじゃあ、うん、こんなんでやってたんやったっけな、うん。たまに言われるのが背景のリアルを重き置きすぎてそう、背景、あの机とかが見にくいっていう。絶対 やめた方がいいね、あれ。ほんまにこの色味、あのリアルな喫茶店とかを意識すぎてちょっと色が見にくい。絶対やめた方がいい。おい、だから黄色が森田、赤が BKB です。まあ、いかにね、相手の気づかないうちに揃えるかみたいなとこありますよね、うん。お前の好きなこの頭使うゲームなんでね、これ言ってたよね、なんか頭使うゲームやりたいっすって言ってたよね。だその辺の、やつを、まあまあまあ、うん、いいのよね。頭使いてー、うん、マジで使ったらまだこれは使えてないからな、そんなに。あ、そう、そんなことないけどね。まあでもね、シンプルですからね、ルール自体はね。4つ色を4つ並べるっていうだけなんでね、意外とこれはあれじゃないですか、好きなやつ、好きは好きなんですか。よく気づいたな。は？当たり前か、あれが気づくか。あ、ちょっと待ってよ。ん？ちょっとでも名前するかな。それ怒るよな。薄々感じててんけど、カーリングあたりから、うん、ちょっと黙りすぎてるかな、鉄がな。ごめんな、それパネルの時さ、ちょっと喋りすぎたな、逆にな。パネルデポンって なんであんな喋れるの。いやいや、パネルデポンは、いや、パネルデポン一番ゲーム配信に向いてるから。向いてないよ、別に。これだから、パネルデポンってなんか喋っとから必死なんだよな。これだからどうしたんやろ。いや、まだ別にお互いそんなじゃない？お互いそんな攻めれてないと思うけどね。それとも気づいてんだけなのかな。ちょっと待てよ。まあ全然全然。考えれば考えるの遅いやつが弱いってことですか、ね、いやいや、別にその、考える時間は別にね。まああるけど。あれなんでね。まあ結構遅いで今。気づいてるか知らんけど。あ、結構早いっすよ。俺の地元の感覚では。遅かったよ、結構。はい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 。そういうのはね、早いですよね。皆さん買ったかも。え？そんなわけないやん。あ！いや、まだ負けてない。まあ、まだやな。びっくりした。なんか、なんか負けたかな。焦った？焦った。なんか負けたかな。なんか焦ってたよ。負けたかなって一瞬思ったけど、全然やったな。
まあまあまあね。遅いよね、森田がね。うん、皆さん、遅いの気づいてますか、森田が。ここ、審査基準入りますんで。森田何時起きって言ってたっけ？5時。今4時だから大丈夫。もうやめよう、もうあの、1年だけ桃鉄しよう。もうこれやめて。な。まあそうね。これってドローあるん？いや、確かに、ちょっと勝負がつきづらい可能性あるよね。うん。ドローは、いや、ドローはあるかもね。まあもう、もうみんなあれなんやろな、見ずに流してる人多いんやろ。流し多い、流しでこのコネクト4の駆け引き見てくれてへんやろな、あんまりな。だいぶひりついてるからね、今ね、実はね。ちょっと俺も集中力なくなってきた。それはあるよね。ああ、そうか、そこ行きますか。うん、急に見てるよってコメントくれてるわ。優しい。あ、やっぱコメント欄も減ってきたやな。いやだから、あの、俺らにゲームに山場がないからコメントしようがなかった。まあね、ちょっと待てよ。聞かれる方だから聞いてますよじゃなくて、聞いてるだけじゃ思んないでしょ。きさあ、まあね、そこに、うん、まあね、うん、なるほど、なるほどね。佳境やな。これは佳境ですね。皆さん気づいてますか、今俺ら無言で殴り合ってますよ。本当にこれはどっちや、これさ、うん、そうね、だからあーなるやろ。そうそうそう、あーなるって。あーなるよ。森田、俺、森田、はいはいはい、これどうなん、どうなんやろね。いや、これバイクさん俺積んでるような気するけどな。俺積んでれ、積んでれってない。積んでれないかな、どうやろう。まあどうだよ、まあ、ちょい積みかけてるかもな。これもコメントください。もうバイクさん積んでるっていうコメントあったらもうやめます。もう積んでるんで。積んでるかもな、確かにね。俺はあれしかないもんな、多分ね。うん、あそこで揃えるしかもう俺はないのかな。いやだからこうやろ、だからここに来て森田も積むんじゃない結局ね。これはちょっと待てよ、どうしたらええんや。いや、お前はもう勝つかもな、俺がこっから、もしかしたら。積んでるか、これ。積んでる、そうやな、森田積みかもな。どっちやこれ、レッツゴー。あ、そうか、そこ見逃し。うわ、見逃してた。くそ。え、あれ見逃してたんや。見逃してた、俺もう あの勝負やと思ってたから。ああ、そうね。そうか、ミスった。あ、普通。そう。あ、普通に嬉しいわ。普通に勝った。まあ、もう一回行きますか。あれって言われてるで。気づいてないって。皆さん気づいてなかったですね。いや、みんな気づいてないじゃん。どっち先行？俺。これ先行有利なの？ないない、そんなんは。これはない。ほんまにない。ちょっともう一回。もう一回これ最後な、さすがにな、これぐらいでいこうか。あー、はいはいはい。あま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 あ
森田遅いよな。ちょっと待ってや。アーカイブで見てる人も森田遅いなって思う。アーカイブは早送りしてな。まあ 1.5 倍速推奨ね。これはね。BKB が赤です。森田が黄色です。ちなみにね。まあね。まあそこは気づくよね。当たり前にね。あ、もう気づくとかいうレベルでもないです、ね。あ、そう、はい。呼吸するように今。あ、息を吐くようにってことね。はいはい。まあ気づくよね。小賢しいよな。まあ、やることが。気づくよね。どうするかよね。次の線を。まあね。え？え？ああ！え、弱っ。なんか気づかんとき気づかんな。弱っ。気づかんとき。え、弱っ。気づかんときは気づかんな。なんかなんやろうな。終わってから気づくな。はい、いや、そろそろやろ。そんなもんやろ。終わったら気づくの。今の皆さん、どうですか、コメント欄の皆さん。BKB 弱いっていうコメントが、多分すごいんじゃないですか。弱いっていうか、まあその。炎上してんじゃん。いや、炎上するわけないやろ。これこれの配信みたいになってない。大丈夫これこれさんのね。よし、じゃあちょっと、まあ時間も。いや、もう一回やろ。一生いっぱいねんから。はぁこれのはい。俺やっぱこれさわ、あ、これ好きなんやな。俺五目並べ好きなんですよ。じゃあ行くよ、はい、先手高校はランダムにしました、はい、じゃあ行きましょう、先攻が、森田の黄色、高校が赤の BKB です。さあ森田、元日は仕事何にせんって言われてるで、仕事言うと言うといたら6時入りでヒットパレード6時入りのテレビです。森田が PKB はオフです。さあどうでしょうか。え、あれ、え、やば、最短で、もしかして、ちょっと待ってください、コレクト法史上最も早い勝ちかも。え、あ、え、あ、もう嫌や、嘘でしょ、今日もぼーっとしてる、え、見逃したのか。なあ、なあ、え、情けかけようか、一回見逃して、一回見逃して一回見逃して、え、一回スルーして、やばこれ。皆さんこれここ僕がもう落としたら勝ちなんですけども、あまりにこれ多分ここ僕これで A ボタン押しちゃうと BKB 泣くと思うんで一回見逃しますね。これ見逃すっていうか、うん、かわいそすぎるわ。ほんまにそんな負け方のやつおらんねんから。森田一個だけ、何これで俺が勝ってもこのことを言うんや。あの時見逃したから。お前絶対いいように編集すんなよ。なあ。見逃しのせい。これ炎上してんじゃん。炎上コメント欄。炎上なのに分かってる。弱っ。いや今のはなんか例え分からんけど、うん、ゲームしたことない女の子みたいな負け方してるわマジで。ちゃうって、はよ、あっこやれや、まず。あ、そうか、ごめん。ちょっと、これ、せっこう、なんか、浅ましいって。ぼーっとしてる、マジでぼーっとしてるわ。疲れてるやろな。ちょっと待てよ。せっかいも。ちょっと、まだ、続いて。どうしようかな。
ここにしようか。ここね、はいはいはい、はい、よ、オッケーオッケー。で、こうしよう。うん、まあ、こっからもうね、集中の戦いですからね。ああ、こんな情けのかけ方だ。いいんかな、俺こんな性格で。いやいや、芸能界渡り歩いていけるかな。こんな。大丈夫じゃ、大丈夫じゃ。こんな優しすぎる。カカロットやん。でも、カカロットもスーパーサイズになれるからな。海線、山線の。ねえ、猛者たちを。でもこういうの俺が買っても何も言うてくんない。絶対言うけど。絶対買とう。大丈夫かな、心優しき。うん、まあね。まだちょっとね、せなんだね。はいはいはい、もう分かってるからね、見えてるよ。お前のやりたいことも。うん、はいはいはい。これはなんかな。あー、どうしようかな。あー、こっち行くしかないか。ね、はい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 、はいはいはい、集中します。集中してくださいよ。見つけました。危なかったね。本当ですか。うん、うわー、すえー。一回情けかけてるにもかかわらず、どこで、どういうことですか。どっから俺も、どっから負けてた俺。あ、情けかけた時からもうここまでは見えてました。お前すごいな。はい、2チョコやったんやこれ。はい、いやー弱いな。これ炎上してないか。コメント欄怖いわ。あ、もう積んでるよって言われてる。あ、積んでたんや。あよっしゃ。なんで870人見てんねん。朝4時に。すごいね。あー、くそ、悔しい。マジで、じゃあもう森田。はい。もう時間もやばいから。はい。うん。桃鉄？桃鉄、あの、に、3年。はい。3、1でやるっけな。あ、あれ1回やろうや。何？あの、並べていくやつ。あの、これの？端から端の。これな、うん、お好きやな、お前あれ。これ好きやな。俺も好きやけど。俺と森田の、あの因縁ってやっぱこのヘックスなんですよね。ヘックスね。うん、これ去年の配信から好評やったんですけれども。だから何回もやるやつおらんねんって。これ何回も同じだよ。赤の人は、赤から赤へつなぐと勝ち、うん、青の人は青から青へつなぐと勝ち。これおもろいねんな。これが本当に面白いんでね、皆さんも。でもこの配信のおかげでこのゲーム買いましたって言って結構おったからね。ああ、そうなんや。任天堂からほんまなんかお礼欲しいけどね、本当に。ゲーム配信ってそんなもんやろ。さあ行きましょう。色で言うと、うん、BKB が先手で青です。だから俺はこっからここへ色をつないだら勝ちです。はい、森田は赤でこっちから勝ち。はい、さあ参りましょう。レッツゴーゴーなわけなかった。X ね、 X ね。え、俺赤？赤や。 X は俺別に弱くないからね、別に。まあ、俺もですけどね。コネクト方はちょっと弱いかもしれんけど。これさ、これどうなんやったっけ。何が。これもちょっと取り戻さなあかんねんな。何がやねん、何が。おっせえな、お前。2ターン目でこの兆候はないよ。これちょっと待てよ。さすがに遅い思いだ。これってどうやったっけな。何が。これ繋がっちゃうんやったっけな。これって、そうか、つながっちゃうんか、これ。もう遅い。これあかんねんな、こうやったら。もう森田遅いよ。はい。ここで BKB は、一緒一緒。
もうどっちでも引き破れた。そうか、これだから諦めた方がいいねんな。そう、そっち走った方がいいな。だからもう青はね、つながるのは分かりましたよね。そうそう、コメントに来てます。こうはね、こっち行った方がいいねんな。反対が、だから俺ももうこういうことをしますからね。え？これはでも退路を断ったんじゃない？まあ一旦断ってますよ。うん。なんでこいつ。一旦断ってますよ。全然お前の好きなの。一旦断ってますよ。男優か。好きなのよ。いや男優ではないよ。これさ、どうだ？確かに。こうなってきたら、これ、ね、あれ皆さんこれね、うん、X の思うところが、うん、急に攻守交代する感じね。これね、今森田が完全に攻めてる時間が突入してます。あー、その前に行くパターン。そうね、もう先手先手でいかんとね。森田考えればいいけどね。うん。どうなんやろ。駆け引きがあるね、やっぱ X は。X おもろいよな。あ、あれ、あ、そうか、はい、まあ、そっち行かれるとあれなんか、どうなのこれ、違うか。取れた。コメント。え？何これ、こんなこと起こんねや。コメント X ってさ、うん、別にエロい言葉じゃないやん、はいはいはい、でも HEX でコメント欄で、うん、HEX の E をまるで伏せ字にして、うん、H-X、うん、別にエロくないやん、それエロくないね。これが YouTube に、うん、承認してよろしいでしょうか。あ、このコメントを。そう。何、どういうことそれ。承認するわ、これ別にいいし、うん、皆さんこんなん別に。え、どういうこと。だから不適切と捉えるかな。あ、そういうことね。うん、え、うん、そうね、せめ、まあね、これは退路を断たれんのか、どうなんや。だから今立たせ合いよ、ほんまに立ち合い。セックスやん、それ言うな。言ってもらって、こっちが。さあ、どうでしょうか。これは退路を断たれんのか。まあ、森とおなじみの兆候が始まりましたね。これでも、ここ先手打っといた方がいいような気もする。はいはいはい、俺はそれもね、その考え方もあるんかな、うん、その考え方もあるでしょうが、まあでもそれはとりあえず生かしてもらおうかな、うん、さあちょっと待てよ、これどこなんや。早く置いてくださいね。うるせえな。さあ皆さん、攻守交代の時間をお見せできそうです。これめっちゃええとこ置いたかも。う違うか。あー、つながっちゃうか。俺の攻める時間が始まります。あー、つながっちゃうね。これ青がつながりだします。
これ怖いやー、これがヘックス。モニタが攻めてたと思ってましたよね。赤が攻めてたと思ってたよね。青が攻め出すんですね。ちょっと待てよ。いやー、これそうか、そうなるか。さあ皆さんもヘックス、ってことはヘックスしたくなってきたんじゃないですか。ってことはもうこっち行っといた方がいいな。どうでしょうね。おっせえな。ちょっと待って。いや、こっち行っといた方がいいな。遅いねんな。で、ご時置きのやつがこんなダラダラ考えれん。あ、でも繋ぎさせてもらうか。ああ、森田も全然そう、ね、そう。これはね、あるな。そうなんですよ。うん。先にこっちを打っといた方が。そうね。ってなったら、また俺が。そうそうそう。こうなってくるのよね。そこをされようが。うん。これで今の俺が置いたとこめっちゃ、まあいいっすね、いいとこに置いたわ。うん、ちょっと待ってよ。これをここに行くことで赤が森田、青が BKB、 青から青へ俺がつなげたら勝ち、赤から赤へ森田がつなげたら勝ち。今もうせめぎ合いと退路の立ち合い、退路の立ち合いやな、これ、うん、こうなるよね、うん。え、ここをやってもつながるから。なるほどね。うん、はい。うん、佳境やな、佳境には来てるよ。ああ、うん、おっせえな。ちょっと待って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 、これめっちゃむずいな。うん、さあこっち行っても一緒やもんな、うん、いやいや、まあでもこうか、そんな時間かけてもな。あそこつなげられたらこう行くよね。そうね、うん。でまた俺は、うん、先手打っとかなあかんの。そうやな。ああ、こうか。そうね。そうやねんけど、そうやねんけど、うん。こうするよね。あ、そっち行く。うん。まあどの道ね。どの道なんで。うん。これはでもむずいな。うん、確かにね。うん、うん、ここでいいよね。うん、まあね、まあそういうことね。うん、むずいね、これ。むずいねー。おもろ。このヘックスおもろ。あー、いい勝負してるな。でもどっかでどっちかにミスはあったんかな。うん、まああったんかもね。でもそれはちょっとわからんな。うん。あ、でもまずは。うん、まあそこ行くか。そこ行ったらいよいよあれじゃない？
き分けみたいな、まあないか、それはさすがにないんかな。うーん、ようできてるで、このゲーム。でも行くしかないもんな。行くしかないだろう、自問自答を繰り返し。それどうなる？何が？それどうなるの？そのまま行ったら。何が？何がよ。そのまま行ったらどうなるのこれ？何がやねん。どうなんだ。時間もないねんからや。そうか。行かんとや。これでこっちを防いでおとく方がいいのか。時間がないからね。こっち行っちゃうとバイクさんこう行く。俺やる。バイクさんこれ。俺やる。ここ塞いどいた方がいいんか。まあいいんじゃない、どこでもいいよ、そんなもん別に。これはいい手じゃないですか。まあね、正直それはね、正直それはそう。これはおもろいね。あ、長いな。え、長ないですか。勝った。え、嘘。マジ俺の勝ち。あ、そうか。よっしゃ。そうか、青から青か。よっしゃ。いや、待てよ、まだ分からん。積んでたぞ、お前は。その前でもう皆さん、俺の勝ち分かりましたか。あ、勝った。勝ったやろ。もう勝ったって、森田。うわぁ、むずかったこれ。これはむずかったな。奇跡の道がありました。これでも高校どうやってあれすんのやろな。何がどうやって勝つんやろな。あーでも、あっこれおかんかったらよかったん。結局森田がずっと俺のあの隣、青の線は防ぐべきやってな、ね。うん、まあそうか。うん、やっぱりそれしかなかったんじゃない。おもろいな。まあ、X おもろいですね。ヘックスはおもろいね。もう一回いく。ちょっとええけど。もう一回行かしてな。ヘックスやっぱおもろいわ。いや、ええけど。見てる人おもろい。ヘックス見てる人おもろい。大丈夫。まあ、俺はおもろいけど。あ、明けおめ。ね。あ、俺か。森田が赤で先行。BKB が青で後攻。ちょっとど真ん中行ってみる。で、森田はこの赤から赤にどんな道でもいいからつなげたらいいです。俺は青から青にどんな道でもいいからつなげたら勝ちです。どこ置くの？後攻は。ああ。まあね。まあ確かにそうね。こういうことなんかもな。うん、うん、870人見てるけど。なほんま寝落ちしてんじゃん、みんな。登録者数も3万人ぐらいいってるかな。うん、嬉しいわ。これ俺がやめる頃には登録者数3万人いってるかな。遅いねんな。どうなの。だからこのゲームの重いところはほんまに攻めてると思ったら急に攻められてる感じになるんだよね。そこの重さがダイレクトにあるよね。
あ、ミスった。ミスったか。ちょっとミスったかな、今のは。今のは握手やったかな。お？これは、でもここのタイルは立っといた方がいいか、一応。結構来てるか、みんな。すごいね。ね、多分こうなってきたらもうやっとくしかないな。ここで先のやっとくしかないのよね。この辺のモニター確かにムズよね。そうね。どれが正解なのね。まあもうちょっとだけ喋ってほしいけどね。その考えてんのはええねんけど、考えてないけど、もうちょっと喋って、はいはい、言ってもらえたらありがたいかなとは思いますけれども、どうでしょうか。うん、これこっち行ったら気持ちまだ5なるな、まだ何とも言えん、何とも言えん状態だと思うけどね。あ、まあね、うん、はい、モルクと同じぐらい奥が深い。いや急に減ったで、でも640人ぐらい、うん、減ったり増えたりするな、なんか。あー、これむずいねー、うん、そうね、なるほど、知ってるか、なるほどね、うん、確かに嫌やもんな、そこ置かれたくなかったなと思いましたよ、うんうん、でもまあ一応攻めギアとか、だこうなってきたらまた逆に行った方がいいな、こう、むずいなこれ。あ、なんか危ないな。危ないです。俺は今めっちゃ気をつけなあかん。なんかめっちゃ気をつけな、負ける気がするな。あれ？うん、あっぶな。なんかめっちゃ危ない。けど、ここなら大丈夫や。ここやったな。あっぶな。負けかかったな、早く。ん？あれ？かっこんな。負けたか？負けたか。勝ったね、これ。あー、負けたか。むずいねー。うえーい、むずかった。ちょっとなんか、どこでミスったんや。いや、バイクさん、結構ミスあったよ。ほんま？うん。ねえ、皆さん。皆さん、一回起きてください。いいよ、いいよ。みんな起きて。あー、なるほどね。うん、やっぱ、ヘックスおもろいわ。ヘックスおもろいね。うん、XBKB で例えるなら何やと思う？は？ X を BKB で表すなら、バッチリ、バッチリ、快感、バッチリ快感。X やねん。X じゃないで、X やねん。ビッチみたい。セックスやろ。なしてんねん。子供見てんねんぞ。見てるか。あー、負けた。何します？いや、お前時間大丈夫か。もう無理や。1年桃鉄で終わろうや。1年桃鉄ね。1年桃鉄。いいっすよ。1年桃鉄なんかもうすぐ終わりますからね、皆さんね。懐かしいな、桃鉄。ようやったな、昔な。よいしょ。画面どうなってる？大丈夫？はい、大丈夫です。邪魔なってない。いやー、ちょっとヘックスの世界大会見てみたいね。マジで俺あんのかな。ダゾーンとかでやってたら見るで俺。まあまあ確かに
俺らの全く意図せえへん置き方あんねやろ。あんねやろな。でも今コメントで見たら、うん、1個置きに置くゲームみたいなの書いてたな。へぇ、ほんまなんかな。ちょ、激うまヘックスで YouTube で検索してみろ。激うまヘックスで、うん、なんか変なのできそう。変なピスト運動出てくる。やめろ。何？あれ、コントローラーが急に使い方が変わった。うわ、眠い。眠いね。最悪。もうデラロして。両方？うん。あれ？よし。オッケー。一回だけ釣り革やろ。一回だけな。好きやな、釣り革。うん、俺あんま好きじゃないねん。うん。あんま言うな、先輩のゲーム。あんま、苦手な、苦手って言うよ。いや、釣り革あんま好きじゃないですよ、ね。うん、スーパー。さあ、おなじみ BKB が M1 の日に CM を出してもらったという、マジカラブ井上さんのスーパーのだけは1回だけね、やっぱ名物釣り革だけをね、ちょっと1回やりたいなと思いますけれども、これはクラウドファンディングでね、いろんな人が顔を送ってるんですけど、 BKB も1万円出して自分の顔がありますという。森田丸をして、うん、長押し？はい。さあ行きます。レベル6、これあれしか使わないんでしたっけ？左右だけ。函館本線ってむずい目選んでもた。で、なんかありましたよね、救済措置。まるで追加つかめる。あ、そうか。うん。レベル6選んでもた。集中。まあ俺は強いんでね、これは多分 BKB の勝ちだと思います。ちょっと待って、タバコの灰が、これ一回止めれる？タバコの灰が、ちょっと一回、何何一回止めれる？これはい、もう一回危ない。ちょっと待って、怖いね、これ急に始まんの。大丈夫？はいよ、行くよ。はいはい。あ、危ない危ない。いや、意外に安定してる。意外にいけるな、レベル6やのに。スーツの色変えてほしかったな。確かに。おいおいよ、お前や森田、割とこれそんなむずい面なの？これ6やで。いいよ、一歩いったよ。うわー、あー頼む。持ちこたえろ。よっしゃー、勝った勝ったで、おい負けるんかい。よっしゃー、負けるんかい。あー前はそんな別にダラダラしゃあないしな。テトリス一回やる。テトリス、テトリス、うん、これは森田なんすか。バリシンプル。もうだから朝仕事行っても終わりやねん。はい。うん。スーパー、野田で。連射。ああ、連射ね。ただ連射するだけ。ガシャガシャなしで行こうか。はい。長押し。1P、BKB、2P、野田、森田で。A でいいんですか？まあ、A でいい。30秒連射。はい。ちょっと待って、なんかすごいな。ガシャガシャなしな。はい。これだけね。はい。はい。いきます。
セコ。よし。やばい。しんどい。あーくそ。めっちゃ早いやんけおい。これ筋肉の痙攣の相撲やからな。おっせえなお前。全然連射できんねんな森田は。くそくそくそ。おろーやめよう。よっしゃ。俺はかんわ。俺もう慣れてないもん。あはい、ちょ、テトリス一回やろ。テトリスほんまに言うてる、うん、桃鉄はちょっと桃鉄もういいわ。テトリステトリスで終わるか、うん、テトリスは。ああ皆さんもうテトリスで今日は終わりましょう。なんでこの時間に800人も見てるの。嘘なんちゃう、水増しちゃうこれ。うん、そんな気がしてきた。なんか YouTuber 側が喜ばそうとしてんじゃん。なんで俺ら喜ばすねん。この底辺 YouTuber 喜ばそうとしてんじゃん。確かに。こう。よし。OK。あー、楽しい。あー、なんか、高校生みたい。よし、行くか。じゃあ、皆さん、泣いてもらってもらうです。もう寝れますので、皆さんもね。はい。コントローラーどこ行った？コントローラーなくなった。あ、出れんねん。どこ？あった。よし。あーしんどいな。うん、しんどい。マジなんでこんなことしてんの。え、元旦やんな今。毎年毎年。ほんま何時間やってんの一体。充電は切れへんのか。777人ちょうど。テトリスね。画面メニューか。はい。違うか、な、どれ。ぷよぷよいらないです。はい。あ、違う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 、一人やってる。対戦か。最悪一人でやってくれてもいいっすよ。わけわからんやろ。最後じゃあ俺が一人でトリス行けるとこまで行きまーす。森田おやすみやな、今。よし。そんなうまかったっけ、テトリス。俺テトリスめっちゃうまい。俺もうまいで。なんか一回の番組とかでやったな。はい、バイクさんめっちゃ下手やった。緊張してんな。ローカル。ローカル VS。 はい、それ、ウヨ、テトプヨじゃない。え、ほらローカルやっぱ違うんか。ってな、あれ対戦誰やったっけ。テトリスって書いてるやん。あれ一人でやってるやつ。ああ、こうのマルチか、うん、これや。はいはい、2人 OK。 ちょっとアイナップみたいな、アイナップみたいなやつなんて。パネルデポのこと忘れてくれ。女の子選んでんな、はい、じゃあ俺はこのシグ好きやからシグでいきますね。テトリス、シグ BKB、ラフィーナ森田で参りましょう。テトリスレッツゴー。まあ、左が BKB 右森田です。ちょっと待って、もう一回あれするわな。何が何が、オッケー。なんかあれでしたっけこれ、トントンって下がんねやったっけ。何やったっけ。下押したらシューってされて、上押したら早く下がる。あ、上押したら早く下がる。で、LR 押したら保留できる1個。あー、そうかそうか、うん。よし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 、はい、 BKB 参りましょう。レッツテトリス。うまい、俺もうまいねんな別に。あ、テトリス返しね。俺いちいち言わないんで。あ、はい、はい、すいません。はい。最初なんで言っときました。ゲーム配信なんでね、盛り上がるかなと思って。すいません、いちいち僕言わないタイプなんで。いやいや、すいませんね。ゲーム配信なんでちょっとは盛り上げてください。はい、あ、じゃあ言っときましょうか。はい、テトリース。はいはい、はいよ、お疲れでしたね。もう言わなくてもいいからね。なんでやねん。なんで言わんでやねん。うん、だるいからね、あんまり言うのもね。うん、うん、うん、
まあまあ森田もね、はい、トリース同時にそうです、総裁し合いましたね。今の名シーンじゃないですか。森田もうちょっと喋った方がいいけどね黙る癖あるよね森田って。普段暗いのなんか分からんけど立つわ全然言ってくれたらさ。いや俺黙るゲーム配信でもいいと思ってるんですけどね。あ全然良くなくてそんな配信は。え、あ、そうなんですか。よくないと思うよ。じゃあ手取りーす。はい、はいはい、全然大丈夫やで、まだ。あー、これちょっと嫌やな。うん、うん、まあちょっと行っとくか、ここは怖いから。よかったの、それ。そんな行っても大丈夫やった。はい、行っても大丈夫やったのかな。え、全然、うん、はい、あー、これそうか、そうなんのか。はいはい、怖いと、怖いか、うん、まあ行き合いよね。あー、危な、危な、危な、危ねー。おーい、BKB がね、危ないと思いきや盛り返してる感じが見えますでしょうか。 BKB が盛り返してる感じが今見えるでしょうか。もう皆さん、森田が勝つんじゃないかって思ってましたよね。盛り返すんですよね、ここから。もう、果たして盛り返せてるのでしょうか。まあ、盛り返せてますよね。一目瞭然とはこのこと。盛り返してる BKB を今ご覧に入れてるそこですけれども。これがテトリスの楽しいところ。諦めない。それが大事ということですからね。うん。あ、大事マンブラザーズ世代？まあまあ、お前もそうやろうけどね。いやちょっとこれは、まずいので、修正します。はい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 、どうぞお好きにいつでも修正してくださいね。はいはいはい、これで修正は今コメント欄 BKB さんここから挽回するんだってなってるでしょうね。なってませんね。むしろ森田の画面しか見てなかった人は BKB 何やったんってね見返すこと。ああーちょっと待って、はい、レッツゴー体調崩した懐かしいな懐かしい体調崩すやつ何時間前にしてたそれ森田負けると思ってなかったやろ。いやいや思ってましたよ。あ思ってた、はい、それなんだ。あもう覚悟してましたいや俺マジで耐えたわ。耐えてましたね。うん、よう挽回した。褒めたいわ。あっこから冷静に切り返したん。冷静冷静冷静滑ったやつな。いやいやおらんとこで言う。さあよかった、楽しいわ。やっぱテトリスおもろいね。これどうしようかな。テトリスおもろいよね。テトリスやっぱおもろいね。はい、テトリスと簡単にね、テトリスができちゃいますけれども。さあ、一応仕返しします。はい、すぐ仕返します。はい、すぐ仕返しますけどね。ピクついてますね。あーはーはー。冷静が、お前が冷静。いや、滑ったやつな。屋敷おるときに言ってくれ。ちょっとビビってんすよ。だから、まあ、正確に認めてもいいよね。バイクさんもうまいっすねっていうのをね。いや、でも全然そんな感じがなくて。うん、そうなん？うまいけどね。なんでこんなか、まだ伝わらへんやろ。普通にうまいけどね。うん。テトリスはね、やっぱ言うて、昔からやってたからね。多少できちゃうんすよね。お前がうまいうまいって言ってるけど俺もうまいしなっていうとこやな。これがあーこうか。おい、あーやってもうた。やったの。こういっとくか一応。うん、はいはい、おいおい、おい、こ
これ前と負けた場合もう普通に負け認める感じで OK。 あ、でもまだ、うん、そのなんか言い訳をしてる、ね、言い訳をしてるやつ。だって、うん、何何まだ、うん、あんまりルールが分かってないので、それは嘘やん。やばいやばい。ああ、すごいね俺のこの挽回能力。ああ、しまった。ミスった。はい。うわあ、ミスった。どうしました。いやあ、ミスった。いかんかった棒が。どうしました。え、ムカつく。え、どうしました。あ、くそ。余裕。余裕じゃない。右に行かんかった。1対1。これ勝ったのがテトリスの王者です。今宵の。でも終わりましょう。ね、もううだうだやってても仕方がないんでね。そこはもう素直にね、どっちも負けを認めましょうよ森田さん、ね。どっちも負けようってない。俺が負けてもお前が勝ってもね。とりあえず俺もうまいっていうことはそろそろ認めてはくれますかね。あ、ええー、大丈夫です。大丈夫ですっていうのは大丈夫ですっていうのは何でしょうね。大変だっつってんな。シグがね、かわいいよねシグ、大変だの言い方もね好きやわ。あ、これどうしようかな。こっちで行ったのか。おいよ、おい列を。うん、いやこれどうしよう。こっちで行くか。おいおい、あ、やばいやばい、おいやば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 いって言ってるな。やばいって言ってるな。あ、危ない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 。どっちもうまいでよくない森田、ほんまに。あ、それは嫌です。嫌なんや。なんでなんなんでか聞いたいんやけど。危ない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 、うん、危ない危ない危ない、うん、さあ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 、うん、勝つで俺。あ、まだわかんない。どうしたらいいの勝った場合。そのお前が言い訳大喜利やからな。ただのうまいのよ。まあまあ俺も緊張とかせんかったら。でも緊張したらあれなんですか。うん、そうだから、人間リラックス状態が一番いいからね。なんだっけ。うん、危ない危ない。あ、でもやっぱ好敵手やな。パッと終わらんよな。やっぱりね。あ、俺たちはね。俺たちが。あー怖い。あーそっち行ってもうた。何が何が。あーどうすねこれ。怖いな。あーミスった。もう行くか。一回行っとこ。あー、これダメだ。ダメだこりゃ。いや、これはよう盛り返してるけど。あぶないぶない。粘るな、お前も。くそ。こっち放送か。しんどいな。これはおもろいね。来るなマジで。おい、これまだ分からんでしょ。だってあ、まあね、うん、その運もあるし。あ、運はないですよ。物力まあね、もちろんもちろん分かって分かってる、はい、ちょっと待ってください。こういうことやろ、はい、こういうことがあるからね。うわー、待って待って、さすがに俺じゃない。あ、ミスったミスったミスった待って待って、ミスったミスったけど。あー、もうあかんか、もうあかんか、マジキュース。コントロール離そうか。まだいける。あー、くそ、そうなんか、くそ。よっしゃ、ああ、勝負、首、首いた。あー、集中した。あー、集中した。あー、盛り返した。はい、鉄鉄の負け、BKB の勝ち。いい勝負。走った。すみません、過呼吸の時。過呼吸とか冗談で言うな、過呼吸とか。すみません。あ、勝ちました皆さん。聞いてましたか、
俺テトリスうまいねんの森田のセリフを思い出してこの結果を見てください。森田は今過酷になってますけど、まあ仕方が無呼吸それ寝てる時なんちゃうんか。今無呼吸、起きてる時なんの無呼吸って寝てる時なんちゃうんか。はい、ありがとうございます。ということでね、森田が今日お仕事で最悪や、5時起きって言ってたんですけど、今時間が5時2分ということなんでさすがにやめたいと思いますのでね。はい、ちょっと桃鉄が出たんですけどもね、やっぱ新年の、ダラダラゲーム実況はこの辺でまあちょうどよかったんじゃないでしょうかということで、よかったらアーカイブの方も垂れ流ししてもらってチャンネル登録よろしくお願いしますという。去年と何がちゃうねこの配信、まさかの去年より400人ぐらい人が増えてくれてたんで謎めいてますけれども、改めまして明けましておめでとうございました、本年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで、皆さんも寝よう、無事今年迎えた万歳 BKB ヒーヤ、はい、ありがとうございました。よいしょ、おやすみなさい。どうやるんかな。よいしょ。